はい、それではどうも皆さん、こんにちは。レック専任講師、柴田孝之でございます。司法試験予備試験対策の入門講座、全体構造編。1回しかありませんが、第1回目、早速始めてまいりましょう。で、この全体構造編は、まあ、どっちかというとガイダンス的な意味合いが強くてですね、本体はやっぱり次の民法からというふうなことになってくるんですけども、まあ、皆さん当然民法の講義を受けていただく、その後の講座も受けていただくというふうなことで、その際のまあ、例えば、予習復習どうすればいいのかとか、あとは、民法の条文の読み方のルールとか、ね、正確に言うと民法に限らずどんな法律や、あと憲法も全部ね、同じように共通するところっていうのがあるから、そういうふうなところを先にね、お話してしまおうということです。ただそんなに多くありません。そのね、民法と刑法ってね、同じ法律って言っても、例えば民法と刑法、あと憲法って言ってもね、全然性格が違ったところがあるんですよね。だから共通する点意外と少なかったりするんで、だから今日お話しすることっていうのは、まあ、正直、本当にお話しなきゃいけないこと1時間ぐらい済んじゃうのかなっていう気もするんですけども、まあ、3時間喋るっていうふうなことになってますんで、まずは必要なことをきっちり喋って、その後、じゃあ時間余っちゃったらこれ話しとこうか、これも話しとこうかみたいな形になってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、まあ、早速ちょっと、画面共有っていうようなことでですね、私の顔なんてね、10分も見ないうちに飽きてしまうから、この、皆さん基本的に画面見てってもらって、で、これ見ながら、私の話聞いてもらえばいいような形で進めていきたいなというふうにね、思っています。で、板書とかは基本私しません。民法で多少ですね、今後するかもしれないんですけども、というのは、民法はですね、A さんがと B さんがっていう二人ぐらいまでだったらいいんだけど、C さんが D さんがっていうふうに人数が何人も出てくると、わけがわからなくなってくるんで、やっぱり図を書いて、そのね、A さんと B さんと C さんと E さんぐらいまでがどんな関係になってるかっていうようなことを図を見ながら説明してするっていうふうな方がわかりやすいところもありますんで、そういうのもなるべく実はテキストに入れてあるんだけどね。だけど、テキストに入れてあるので、まあ、足りないなっていう時にちょっと板書するかもしれないんですけど、民法ね。ただ、民法以外では、ほとんど板書する、しなくて、もうレジュメを見て、この内容を解説するってことにしていきます。だから、これ何のためにそうしてるかっていうと、皆さんが板書しなくていいようにするためですね。講義に集中して聞いてほしいからです。ね。字書いてる間に、私が喋ってること全部平紙に流れちゃうのはもったいないですから、それね。大体板書させるっていうんだったら、先に書いといてはいいだろうって私は思ってますんで、だからレジュメを配りますし、これだけに必要なことは全部入れてるっていうことです。ただ、私がポロッと喋ったことで皆さんが、あ、これメモしたいなと思ったことだけメモすればいいんであって、それはもう皆さんがメモしたいことだけメモすればいい。したいと思ったことは一つもなかったら、メモ一つもしなくても大丈夫ですから、ね。私の感覚でもう覚えなきゃいけないって思うっていうことは全部レジュメでありますからね。だから基本的には板書はしなくていいようにするっていうのが私の講座の方針っていうことで、これ前からそういうふうにやっています。はい。あともう一個、予習復習の話ですが、予習はこれはしなくていいようにすると、しなくていいばっかりなんですけど、さっきから。しなくていいようにするっていうふうなことを考えています。というのは、自分で字を読んで勉強するってしんどいですよね。一番本当に初めて学ぶことを、最初に簡単っていうか身につけやすくいいのは何かというと、間違いなく人の話を聞くことだと私は思っています。まあ、人の話を聞くっていうのは1から10まで全部集中聞くっていうのは大変だから、実際は私が喋ること6割ぐらいしか1回聞いたけど聞けてないと思うんだけど、それでもね、話を聞いた方が最初法学とは何か民法ってどうかっていうふうなことを学ぶのが楽で、そっちが一番負担楽です。人間って、読み書きで、あと聞けるとかね、言葉ってどうやって覚えてるかっていうと、まず子供っていうのは一番最初に聞けるようになるのが最初なんだよね。いきなり聞けません、喋れませんっていう人が書けたりしないわけで、必ずまずは聞くことから始める。それが一番楽なんですよね。うん。だから、字を読むっていうのはかなり高度な作業だから、ね。ある程度法学の勉強が進んできて分かってくると字を読んで勉強した方がスピード速くなりますね。だけどそうなるまでは耳で聞いて最初の基本中の基本っていうところはその方がやっぱり早いです。だから一番最初何にも知らない段階で皆さんが勉強をするのは耳で聞くのが一番効率はいい。となると字を読んで予習してこいっていうふうなのはおかしいわけですね。正しい勉強法って意味書いてね。だからとりあえず来て講義を聞いてくださいっていうのは私の考え方です。
で、講義を聞いた後にしっかり、まあ、このレジュメを読んで復習していただくのもいいんだけども、本当はまあ、単答式試験の過去問をどんどんね、やっていってもらう。やるっていうのは問題ごと読むんでいいんです。解けないから、どうせ。どうせ解けないから。読むんでいいんですよ。過去問集を一人で読めるようにするために講義やるんだと思ってほしいのね。で、設定して読むとか、まず聞いて読むっていうふうなことで、ざっとですね、実際司法試験出る問題まで最後まで見てしまうっていうのが司法試験とか予備試験合格の早道なのかなと思っています。まあ、はっきり言ってこれはさ、自転車で言うと、補助輪付きで走ってんと同じなんだけど、いきなり補助輪なしで自転車走れって無理なんで、ね。だから、まずは講義を聞いて、もう一回言います。問題集を読めるぐらいになるまでの法学の力をつけて、で、問題集を問題で答え読んで、あと、それでもわかんないことだったら、ちょっと Google さんに聞けば最近出てきますから、Google さん神のようにですね、出てきますよね、ほんとね。ね。ちょうど私もですね、7、8年前に宅建、ちょっと多角化をやってみようかなと思って、宅建受けてみたことあるんだけど、その時とかも、すいません、レックの講義受けてないです。全部レックの教材を買って、で、わかんないことは Google さん調べてね。それで、やったっていうような記憶ありますね。うん。なんていうか、宅建よく出るらしい、線とかね。これ評判いいんですよ。レックの本なんですけどね。こういうのを使って勉強してたんですけど、全部電車の中で 見ながら、わかんないことは Google さん調べてやってたんですよね。そうか、じゃあ柴田の講義いらないのかっていうと、それある程度分かってるから Google 調べるんで何とかなんであって、全然分かんない人が Google で調べようっていうのは無理だから、逆に言うと私のこの入門講座っていうのは一人で Google さんで分からないことを調べるように力をつけるっていうための、その前の基礎力つけるっていう意味でもあるのかなと思っています。一人で本を読んで勉強できる。一人で Google さん使ったりして検索エンジンとかで調べれるようになるには最低限のある程度のことが分からないと、やっぱりチンプンカンプンだと一人で調べていくわけにいかないから、そういう力をつけるんだと思ってほしいんですよね。というわけで、前振り、なかなか長々とお話をしたんですが、今お話した通りで、まあ、とにかく、まずは講義聞いてねっていうね。で、復習は、過去問集の特に択一がおすすめなんだけど、択一の問題集をどんどん読んでいくっていう風なのがおすすめなのかなと思っております。あと、ガイダンスなんかでよくお話してるのが、まあ、あれだ、行政書試験も受けるといいよっていう風な話もね、してるんですよね。ちょっとね、私の今年の講座の順番が行政書試験対応になっていないんで、今年受けろっていうのはちょっと難しいんで、まあ、まだそんなに急いでないっていう人は今年1年間私の講座聞いてから2年目に復習 して、秋ぐらいに、まあ行政書試験受けて、で、行政書試験の結果を見て、ね、あ、ちょっと俺勉強足りないなと思ったらそこから頑張って次の年の司法試験備えるなんていうのが一番勉強仕方として効率いいんですよね。行政書試験受けないと自分が身についてない。できるようになっていないってことは気がつかないんでね。そういう気がつくってことはとてもとても大切なんですよね。よくね、敵を知り、己を知れば百戦危うからずって言いますよね。で、敵を知るっていうのは過去問をしっかり解きゃいいんだけども、己を知るっていうのは、まさにその自分の学力がどれくらい身についてるか知るってことなんだけど、これがね、皆さんやらないんですよ。気持ちはわかります。自分ができないこと面白い、嫌ですもんね。実はね、私も皆さんの気持ちをよく知ろうかなと思ってね、大学受験でもしようかなと思って最近勉強してるんですね。で、それスタディサプリとか見てるんだけど、やっぱり問題解くって怖いんですよね。あ、やばい。自分ができないこと分かっちゃうって言ってね。それで、じゃあ自分どうやってやってるか、実は今言ったみたいに、まず講義を聞いて、ね、っていう、本当にさっき皆さんにお話した通りのやり方で私やってますから。自分もやってるから。だからうまくいかなかったらですね、皆さんと私で心中するとなってしまうんですが、私、ただその方法でずっと、まあ、今回、まあ、大学受験は自己啓発みたいなものなんで、本当に受けるかどうかわからないんですけど、これまでの司法試験とか大学受験とかは基本的にはそういうふうな形でずっとやってきましたから、私ね。それで一応、ま、東大、当時はね、の法学部は今よりもっと難しかったと思うんで、ね、司法試験も今より難しかったと思うんで、そのやり方でちゃんと一発で両方買ってますから、まあ、そんなに間違っちゃいないだろうな、というふうなね。その上ですね、司法試験受かったときに、他の合格者から、ですね、君を研究すればね、最低限何をやればいいのか、司法試験何を勉強すればいいのか分かるよねって言われて、要するにあまりに勉強しないっていうふうなことで馬鹿にされてんだってこと、当時気がつかったんですけど、ですから、スーパー頭がいいとか、そういうふうなことは、やっぱり他の司法試験合格者に比べて、そんなことは全くなかったっていうふうなことは言えるんですよね。司法試験合格者前の年に、大学で民法負荷取ってますし、ね。かなりね、やらかしてますから、いろんなところで私ね。
だからスーパー頭が良くて無理やり力で受かっているとかそういうことはないはずなんですよね。だからやっぱり勉強の仕方っていうのも工夫して、それでまあなんとか結果を出してきたっていうふうなのが私のやり方だから、そういう意味では参考になるところが多いのかなというふうに思っているわけですね。まあ、とにかく一回そういうふうにやってみるのが多分一番楽だろうなっていうふうにね、思うんで、まあ講義を、まあ、予習しなくていいから、もしどうしてもってんだここに来る間に、レジュメとか紙のレジュメ皆さんお渡しするから、それを読んで、パラパラっと見てからちょっと講義聞いてもらうぐらいでいいのかなと。あとは復習でレジュメも繰り返し見てもらってもいいんだけども、できれば行政書士とか、あとは司法、予備試験と司法試験、担当式試験、共通問題なんですけど、その共通問題を、まあ、自分の講義で受けた枠、その範囲ぐらいをちょっとやってみるとかを、やる。で、やってみるっていうのは別に解いてもいいんだけど、解かなくて問題答えをいきなり読むっていうので、もういいです。ね。答え丸暗記は意味がないんですが、ね。だけど、ちゃんと理解すれば、それで勉強になりますからね。あ、確かこの問題答え3だったなとか覚えても何の意味もないんだって、なぜ3なのかはちゃんと勉強しなきゃいけないんだけど、ただそれさえ勉強すればいきなり答え読んじゃって構わないからね。子供たちはそれをね、手を抜いて小学生とかだと、あ、これは3だとか言って、何もその後に学習しないから答えを見るなって言われるだけだからね。皆さんは そうじゃなくて最終的に本当にできるようになろうとしてるんだったら、答え見たって全然構わないわけですよ。ね。で、大学受験とかで多分今そういうことを普通に教えてると思うんですよね、実際のところね。私が前からそれは言ってることなんですけども、まあ、大学受験でも同じようなことを言うようになってきたな、最近は、みたいな状況になってますよね。はい。っていうことですね。はい。じゃあまあ、予習復習とかのやり方は以上っていうふうなことで、ね。じゃあ、法学の中身の話に移っていきましょうか。で、画面共有を、もうさっきもすでにしてあったんだけど、画面共有ね。ずっと画面がね、映ってて、私の顔映ってなかったかもしれないんですけど、まあ、法学入門の入門ってことで、まず最初に、条文の読み方だけお話しておきますね。これ、民法を具体で挙げています。この後直後で民法の講義していくからなんですけどね。ただ、これ刑法でも憲法でも基本的には読み方は同じなんで、っていうことでね。で、ここに書いてる本文と正しき、何条何項何号っていうね。もうちょっと細かいこともあるんですけど、まあ、ここら辺がどこが本文で、どこが正しい訳なのか、どこが項で、どこが号なのかっていうふうなことを勉強してほしいなと思います。まずね、民法93条はこの正しって書いてありますよね。今ね、こう、カーソルをぴょぴょ動かしますけど、正しって真ん中あたり書いて、まあ、2行目の頭の方書いてあるんだけど、この正しの前後で本文と正しに分かれるんですよね。講義してるときに、例えば民法93条、正し書きに書いてありますよねって言われたら、後半見ないんですね、要するにね。正しが先に書いてるからありえないですから、正しっていう日本語って普通、あんまり最初いきなり正しで始めないですから。だから、あ、正しって言って後半見りゃいいんだなってよくわかるわけだよね。特に前半後半に分かれてるときに、正しってつけるんですよね。で、前半と後半は、かつ、ただ前半と後半に分かれてるってだけじゃなくて、原則と例外みたいな関係でもあるんだけどね、これはね。もともと日本語の正しって罪ありますよね。原則例外みたいな時に正しって使うじゃないですか。ね。で、ついでにこれは、何が原則で何が例外かっていうことは、実際裁判するにたってもとてもとても重要なんですよね。また民法で詳しくお話しますけど、もう、でもちょっとだけ喋っちゃおうかな。ね。皆さん、刑法の中身ってなんとなく知ってると思うんですね。例えば人を殺したら死刑なんとか書いてあるのかなってことはみんな大体わかると思うんですね。でも民法の中身って勉強しない人って多分知らないと思うんですよ。民法何書いてありますかって言っても、刑法ほど、例えば物を盗んだら捕まるとか、捕まるとは書いてないんですけど、ですね、10年以下の懲役とかですね、傷害罪15年以下の懲役とか、まあそこまで細かく知らなくても、なんかやっちゃいけないことと、刑罰書いてあるってことは大体みんな知ってると思うんですよ、刑法ね。でも民法何書いてあるんだろうなって話になるんだけど、これなんでみんな知らないかっていうと、あれね、裁判官が裁判するためのルールだからなんですね。日常生活使わないんです。でも刑法はどうですか？人を殺したら捕まるから、皆さんも知らないと困るでしょ？物を盗んだら捕まるから知らないと困りますよね。刑法はまさに皆さんが知らないといけないことを書いてある。だからある程度、まあ常識わかることを書いてあるって意味もあるんだけどね。で、民法は日常生活では一切使わなくていいです。民法に書いてあることと全く違ったことを当事者に話し合ってこうしましょうねって言ってもいいんですね。ね、はい。民法でさ、不良品は、例えば、返品できるだとかさ、損害発生して賠償できると書いてあるんだけど、別にさ、我慢してもいいや、これでって言って、でもそれで話すんじゃいますよね。
だから民法の中身が一つも知らなくても、別に皆さんは普通日常生活できるんだよね。で、その上でこの民法を見ると、この本文と正し書きっていうのは、実はそれは皆さんは別に知らなくていいの、本当は。ただ裁判官が裁判するときに、原則はこの 原則のこの本文のところを原則で裁判するんですね。ただ例外的、この正し書きに書いてるようなことを、当事者が証明してきたら、こんな事実があるんですって言ってきたら、あ、ありますねってなったら、正し書き使うっていうふうな、そういう使い方裁判で使うんですね、これね。だから皆さんはもう一回言いますが、一言も知ってる必要ないのね。あ、もちろん司法試験受けるんだったら知らなきゃいけないよ。皆さん裁判官になっても試験受けるんだから、だから試験があるんだからね。で、この試験があるんだからね。でも一般の別にね、お医者さんになりたいですとか、法律を扱う仕事をつかないんだったら別に民法が一つも知っておく必要ないんですね。まあ、裁判になったらどうなっちゃうのかなっていうようなことを知ってた方が、まあ、不安はないんですけどね。どうなるかわからないとき人間って不安になるんだよね。うん、だから、例えば揉め事に巻き込まれたときに、裁判で結果がどうなるかってことを知ってると、結構諦めもつくんですよね。ひどい結果でもね。なかなか分かってもらえないんですけど、皆さんの思った通りの結果とか、一般の人思ってる結果になかなかなんないことがあってね、依頼者が当然できると思うかできませんってことすごく多くてね、私ほんと心が痛いんですよね。今日も、スマホで、LINE でですね、裁判所からこんな死刑宣告みたいなこと言われましたっていうようなことを伝えたら、もう私が怒られちゃうんですよね。だから私は、お気の毒ですが、裁判所はこう言っています。裁判所はこう言っていますって、すぐに裁判所のせいにするんですけど、はい。今から2時間ぐらい前にちょうどレックに最初ここに来たよね。その時にね、このスマホに電話かかってきて、何かなと思って裁判所から電話かかってきたら、死刑宣告みたいな、って言って私をびっくりしたんだけど、ただよく考えたら確かにそうだよねって思って、まあ仕方ないから早くね、いきなり判決とか、まあ、企画で決定って言うんですけど、その決定が出る前に、まあ、先に伝えておいた方がいいなと思っても、伝えたんですけど、もう本当に大変だったよ、この2時間の間だけでも。だから常識、なかなか皆さんのね、素朴な常識通りにならないことも結構あるんですけどね。ただそれはちゃんと理由があるからであって、別に裁判官が不合理だとか、法律が不合理ってわけではないんですけど、すごく深く深く深く考えると、確かにそれが一番いいよねってなるんだけどね。だからさ、法律のプロが必要なんですけどね、一般人の常識通りだと、素朴な常識通りだと正しくないことって結構あるのでね。まあ、例えば、また憲法とかでやりますよ。直接民政よりも代表民政の方が実は優れてるよねとかね、そういう話するんですよ。でも一般の人って、例えば、そうだな、総理大臣とか選ぶのさ、みんなでこう、アメリカ大統領選挙みたいにさ、直接投票して選んだ方がいいってみんな思ってると思うんですよね。でもそれがね、必ずしもいいとは限らないみたいな話を憲法でまたやるんですよ。例えばね。私もね、憲法を勉強する前は直接投票がいいに決まってるんだから、直接内閣総理で選びたいぞと思ってたもんね。憲法でそう書いてないができないんだけど、憲法にそう書いてなくてもやっぱり、直接選ばない方がいいっていう風な意味もあったんだよね。また憲法を勉強するとわかるんだけどさ。でもね、今伏線張って答え言わないので申し訳ないんですけどね。ちょっとあっちこっち話が飛んでね、申し訳ないんですが、とにかくですね、今言ったみたいに、まず、この民法については、これは裁判官が裁判するときに使うためのこれルールなんだよね。で、そのときに本文が原則で正しかけ例外だっていうふうに読むんだって、皆さんは裁判官になるための試験を受けるわけだから、裁判官が裁判するにあたっては知らなきゃいけないし、弁護士でも裁判所はこう考えでしょうねってことを依頼者に説明しなきゃいけないから、当然読めなきゃいけないので、っていうふうなことですよね。はい。次、第111条行きましょうか。代理権は次にかける順によって消滅するなんてありますが、この1、2っていうふうに、1号、2号。で、次に3要素の2ってありますよね。で、ですね、ポケット六法とかだと、ちゃんと、この3要素の2に対して3要素の1っていうふうなの書いてあると思うんですが、皆さん、司法試験予備試験では、論文式試験では、6法貸してもらいます。で貸してもらう6法では、なぜか1が省略されてるんですよ。だから、それに合わせて、こっちも1書いてないです。皆さんが、司法試験用6法とか見たときに、っていうふうに思わないようにするために、ね。ちなみに、個人的には私、ポケット6法よりも、司法試験の時に、もらえるんですけど、だから受験料高いんだかなと思いながらですね、6法もらえるんで、あの6法を一番使いやすいと個人的には思ってます。うん。で、ただ、択一試験に落ちると、その6本もらえません。だから、択一試験で落ちた人のですね、受験料っていう風なものが、それが論文を買った人6本台になってるんだと思いながらですね、私思うんですけども。
で、自習室なんかで、だとですね、その試験用六法っていうふうな、これ見よがしに使っていた人いるんですよ。俺は着衣使ったことあるんだぜ、みんなそういうふうなことかなと思うんですけども、そういうせいでは論文を買ってないんですね、って話になるわけですが、それちょっと置いといてですね、1が書いてないっていうのはそういうことで、本当はそれ、この民法9、3条、本当は1項っていうふうなのが、1が、ポケット六法だと書いてあると思うんだけど、司法試験六法だと書いてないんで、こう、括弧1項にしてあるんですよね。まあそこら辺はちょっと司法試験六法、そのうち皆さん本当に司法試験や予備試験受けるんだったら、六法を見ることになるから、今から知っといていいでしょ。ゴールで簡単に知れることは知っといた方がいいですから。っていうことで今お話してるんですよね。はい。で、だってその111条のこれは1項と大きく2項に分かれます。で、1項の中にさらに1、5、2、5っていうふうなことで、これ過剰が禁止時に使うんですよね。本人が死亡した時に代理権が消滅しますよ。代理人が死亡、または代理人が破産した、または代理人が後見開始の審判を受けた。ね。で、このどっちかの事情があるときに代理権っていう権利がなくなりますよってことをこれ書いてあるんですよね。過剰は禁止時に使います。この1号、2号っていうのはね。これ商法とかだと3号、4号、5号、6号とかね。10何号とかね。民法でもある。民法でもありますね。確かね。ね。いわゆる、補佐開始の審判についての条文なんかで、確か1号、2号、9号ってずらーっとありますから、商法じゃなくてもあるね。民法でもありますけどね。こんなに2号まで済むなんていう風な名前差しんじゃなくてですね、むちゃくちゃこう、ずらずらと並んでるっていう風なのがあります。あ、そうだ、これ言っとこう。この条文ですが、それ全部覚えるんですかっていうと必要ありません。さっき言った通り、六法は論文では貸してもらえますから。だから、丸暗記の必要は全くございません。恥ずかしい話しましょう。私は司法試験受かった時に、憲法の条文すら覚えていませんでした。覚えてないどころか、表現の自由って確か20条のどっかだったよねぐらいしか覚えてない。21条とか、信教自由20条とか、今こうやってか覚えてるけど、それすら覚えていない。これは言われますよね。よく受かったねってね。そんなもんなんだけど、出ることしか覚えないってことを徹底して結果それだったんですよね。ただ、全然知らないと、どこに、六法を探すとき時間かかっちゃうともったいないから、だいたいここであるよねってことは知っとかなきゃいけないし、内容はもちろん知ってないと、確かこんな条文あったよねってことを知らないで探しようもないから、試験にとか事件解決に必要な条文の中身は覚えなきゃいけないんだよ。それはね。うん。だから、例えばさっきの代理権がどういうときに証明するのかっていうのは本人の死亡したときと、代理が死亡した、するか破産するか、後見開始に受けたの、これを覚えなきゃいけないです。中身をね、一語一句全部覚えるかじゃなくて、中身をこれ覚えてほしいんだけどね。っていうことですよね。ただ、とにかく、六法丸暗記、条文丸暗記は必要がないってことは知っておいてください。よく弁護士を使用しても書くって言うけど、六法全部覚えてるんですよね。覚えてないっつうのっていうね、話なんで、大学受験の方が記憶力試されます。ね。だから、大学受験の時点で、暗記苦手だった人は、まあ、暗記結構しなきゃいけないんですよね。しなきゃいけないんだけど、ただ、世界史とか英語みたいになんか細かい丸暗記ではないんですよね。日本語ですから、一応、法学って。マルクス・アウレリス・アントニスとかね、よくわかんないですよ、これね。スリディア・アルダナ・プラコッテって言われてもね、これはまあ、スリランカの首都だったと思うんですけど、そんな暗記するしかないじゃないですか。でも、日本語だから漢字見ると大体これみんなわかなってわかるんですよね。だから丸暗記っていうふうなことが、やっぱり英語とか、今世界史に比べるとしなくていいですよね。まあ、漢字を結構覚えるんじゃないんだけど、論文書くのに漢字書けないとダメなんで、漢字の書き取りは結構必要ですかね。はい。けどね、丸暗記は私は世界史とか英語の方がしんどいと思う。生物とかね。うん。まあ、これからね、ちょっと私もね、まあ、世界史ってでもやらないかな、でもね、うん、理系の学部受けるんだと受けたいなと思ってるんです。世界史はしないと思うんですけどね。まあ、とにかくね、大学受験の方が暗記がしんどかったです、私ね。医者の方がよっぽど、医師国家試験で暗記しなきゃいけないんだろうなと思いますね。理系なのに実は文系っぽいのが医者で、文系なのに、実は、そのね、医者よりも暗記しなくていいのが私は司法試験だと思ってますから、ね。予備試験もそうなんですよね。うん。内容を覚える必要がある。だけど、細かいね、なんか丸暗記は必要ないっていうのが司法試験の世界なんですよね。っていうことも知っておいてもらうといいんじゃないかなと思っています。はい。で、また講義移っていくと、なんでこの本人の死亡、あと、大事な死亡、破産手順、開始、後見開始審判という時に亡くなるか、なんで大事に亡くなるかもちゃんと説明しましたね。意味分かっていれば、丸暗記の必要すらないから、思い出せるんで意味分かっていればね。っていうことですよね。
まあ、破産したりね、後見開示に向けた人っていうのは、人の財産を処理する能力ないからなんですけどね。代理っていうのは人の財産を処理する権限なんで、ね。だけど、で、その破産した人に何か事件処理やってくださいってお願いなんてしたくないじゃないですか、そんなのって話なんだよね。うん、ただ、破産したけど、それでもあなたお願いしたいんですって言って、もう一回代理権を受験するのはできるんだけどって感じでね。いいんです。柴田さんだって破産してもやってほしいんですって言ったら、全然もう一回受験してもいいんだけど、とりあえずリセットするっていうことになったんだけど、結局理由説明しちゃったんですけど、また丁寧にまたやりますから、これはね。っていう話ですよね。あと、移民の話とかまた、もうこれ言い出すとちょっとキリがないんで、でもこれちゃんとまたやりますけどね。今はとにかく、ですね、そうだな。1項っていうのは1段落みたいな感じですね。で、2項って2段落みたいなことです。で、1項の中に、いくつか、箇条書きしたいときに、1号、2号ってあるんだと思ってくれればいいのかな、というふうなことですね。よろしいでしょうか。はい。まあ、で、ちなみに、1項、2項っていうのは、やっぱり1項が原則で、2項が例外だよ、みたいな。後になればなるほど、先になる方があればあるほど原則だっていうところあるんだけどね。ちなみに。そこら辺はね、もうね、先の方が原則、後の方が例外っていうふうな意味合いは、結構ありますよね。まあ、1項、2項、3項っていう場合は、必ずしもそうじゃないこともあるんですけど、まあ、大体先に書いてる方が原則なのかなっていうふうなことは、まあまあ結構あります。あともう1個だけちょっと同じこう、民法って書いては、一番怖いのが、最も根本原則は書いてないっていうふうなことが多いんです、民法は。なんでかというと、裁判官使う法だから、あまりに根本的なことは当たり前なんで書いてないんですよ。ただ、最近の、2020年とかに施行された民法改正で、もうちょっと一般の人も優しくしようねっていうふうなことで、大原則でそんなこと書かなくていいだろうっていうふうなことに裁判官を持ってることもちょっと増えたんだけどね。例えば金を返したら義務がなくなるっていうことは書いてなかったんですよ、条文に。当たり前だから。で、私金借りててさ、100万借りてましたと。で、利息も含めて全部返しましたら、返す義務なくなるっていうことを当たり前すぎて、書いてなかったんですけど、一応、弁済をすると、弁済っていうのはやるべきことっていうことなんだけど、そしたら義務がなくなりますよってこと、条文が、例えば追加されたりしましたね。ちょっとユーザーフレンドリー、一般人に優しくないっていう話なんだけど、でも実は必要ないんだよね、と思いながら、今言った通りで、ね。まあ、ただ、だいぶそういう意味では、弁済すると義務が消えるっていうふうなこと、条文すらないんだって、私が、ずっと講師とかやってた、受験生の時やってた時、勉強してる時思ってたことが、だいぶちょっと普通になりましたね。民法の改正でね。っていうのはありますよね。はい。まあちょっと余計な話もずっと多いんですけど、でもまあ役に立つ話もかなりしてますんで、ってことですよね。はい。で、その上で、読み方をやったからすぐその上のとこ見とこうか。司法試験合格、予備試験合格のためには、法学、どんな勉強するのかって話なんですけど、大学でやる勉強とだいぶ違います。もし大学やる勉強同じだったら、私合格していません。さっき言ったよね。柴田先生、民法不可でした。その次の年に司法試験をやりましたっていうね。1年間でね、ちょっと何か、なんか呼吸を覚えたりしたのかもしれませんけど、すみません。ちょっと何言ってもわかんないと思うんですけど、最近テレビアニメが始まって、うちの息子が好きなんでね、何か新しい技を編み出したのかもしれないけど、実際そういうことはわけないわけであって、じゃあなんでそんなが起きるかっていうのは、もちろん私が真剣に勉強して度合いが違うってはあるんですけど、やっぱり司法試験と大学やることって違うからなんですよね。で、司法、で、大学やることって重点ほとんど解釈なんだよな。で、解釈っていうのは、言うなら意味を明らかにすることって書いてるんですけど、ね、書いてる通りじゃないの？日本語かもしれませんけど、ね。古文とかだと書いてる通りって言っても意味わかんないですよね。漢文だともっとわかんないですよね。英語ってもっとわかんないと思うんですよ。ああいうのは意味を明らかにする。解釈って一緒に気がするけど、法律って日本語だから書いてる通りじゃないのと思うかもしれないけど、これをね、なんか書いてる通りじゃないんだとか、いろんなこと言うんですよ、学者がまた。面倒くさいこと言うんですよね。私からすると、いや、書いてる通りじゃないのって、なんでそんなわざわざ書いてること違ったこと言うのかなって思うんで、うん。まあ、飯の種がなくなるといけないからと思うんだけど、学者。難しちゃうんですよ、法律をね。でもね、司法試験でそんなこと求められていないんですよ。法律の内容そのものをまず勉強する。つまり、解釈以前に誰が、全く議論がない。当たり前のこと、法律のことの当たり前でこんなこと書いてるっていうようなことを、勉強しなきゃいけないんですよね。大学は、ここの法律の内容そのものをやりません、ほとんど。だから、法科大学院とかで困る人がいるんですよ、いっぱいね。で、なんでやらないかって、これも学者にとっては当たり前で、面白くなんともないから、しかも知ってて当然と思ってるから、喋らないの、学生さんに。うん。だけど、知らないですよね、そんなのね。
弁済をするとね、債務証明するってジョークないんですよっていうふうな話なんて、そんなこと一般の人のさ、99.99% 知らないじゃん、そんなことね。でもこれって、当たり前っていうか、その法律勉強していただいたら当然のことなんですよね。うん。でも議論は何もないんで、今言ったみたいに、弁済の条文ありませんでした、最近できましたなんていうとかね。はい。で、この法律の内容そのものをね、どうもおろそかにするっていうふうな人が多かったんですよね。まあ最近はちょっと変わってきてるんじゃないかなっていうふうに私信じたいんですけど、ただ学者は変わってないなっていうふうに思います。だからこの講義では、大体3分の2か半分よりちょっと多いぐらいはもう解釈以外のところしっかりあるんですよ。ね。まあいわば大学だといきなり大学レベルの講義になっちゃうから、小学校、中学校、高校レベルをやるってことです。法学で言うね。で、その上で残り3分の1かもうちょっと多いぐらいを、まあ大学の先生が教えるような解釈っていうふうなものを教えていくってことです。ただ、基本的に学説は一つか二つ、学説っていうか判例っていうものを、また、判例って何かお話しますけど、それ勉強するだけでいいんで、実務では、学説って無視ですから、うん、書いても独自の見解で採用できないって言って終わりなんで、冷たくて裁判所から独自の見解で採用できないって終わって終わりだから、何の意味もないです、書いても。うん。そのような、こう、学者がここのページにこんなこと言ってるんですって言ってもね、あ、そうですかって言うだけで終わっちゃうんで、99% で終わりますから、裁判所がね、なんて言ってるかっていうふうな通りにやらないと実務では相手にされませんし、しかも裁判所言ってる通りにやれば、いちいち裁判所こう言ってますとかも書かなくていいぐらいですから。だから条文に書いてことと、昔裁判所がね、条文にはっきり書いてないことについてこうやって処理してますよっていうふうな、この2点をしっかりやっとけば、事件処理できるんですよ。実際司法試験の問題もそういうふうにすればできるようになっています。ね。ただもちろんそれで、1たす1は2みたいな簡単なもので出しちゃうとみんなできちゃうから、ね。あくまで基本的な知識だけでいいんだけど、ただ一見解きにくいような問題が出るっていうのは特に論文がそうなんだけどね。確率はそのまんま、もう本当に、基本的な知識と判例しっかり知っていれば確率は突破できる。ただと量が尋常ないんだけどね。7科目ありますから、ね。やっぱり7科目って尋常じゃないよね、ですよね。基本的なことだけ通りますよっていうと、嘘、本当ですかって言われると思うんだけど、いや、本当なんですよ。でも7科目ありますからっていうね。だから楽じゃないんですよっていうのは答えなんですけど、これが司法試験とか予備試験の世界なんですよね。だからこそね、行政書士先にやっといくと、行政書士7科目もないから、まずそっちでしっかりね、行政に出る科目だけもしっかりやるんですよ、あくまでね。で、それで残り、その秋から次の年の、だから予備試験までに残る科目やれば完璧みたいな、ね。っていうふうなことでも、行政書士も一緒だといいんですよね。試験員同じような人が試験作ってるから、問題も似てるんで、絶対やった方がいいですね。それがね。はい。まあ、そういうわけで、大体そういう割合で、講義をやっていきます。で、この割合っていうものは、まず皆さんが法学の基本的な内容そのものは、小学校でも中学校でも高校でも教えてもらってないってことはずだから、現代社会とか公民とかやることなんて何もやってない人しいですから、法学の世界の前ではね。もっとちゃんと教えろって私思うんですけど、条文式時より俺刑法も大切だろうと思うんですけどね。ですけど、やってないんで、中学校でも小学校でもね。もっと、行政組織と教えてほしいなと思うんだけど、実際ね。投票率低いのは、俺はそのせいだと思ってますよ。結局、議員とかね、私、前、町長やってることあるんだけど、町長とか何やってるか知らない人ほとんどなんで、だから、誰を投票すればいいか分かんないんじゃないですか。ああいうのも教えなきゃダメだと思うんですけど、まあ、皆さんにはちなみに教えませんけど、それは司法試験は出ませんから、そんなに、行政組織は試験はあんま出ませんが、ちょっと確率でぐらいですんで、行政作用法と、あとは行政救済法、行政事件訴訟が、ほとんど行政事件訴訟が出るんで、当たり前ですよ、皆さん。訴訟代理になるための試験を受けるんだからね。行政組織を教えたく仕方ないんだけど、教えませんけど、ね。はい。本当はでも、小学校、中学校ではそれやるべきだと思うんですけど、まあ、当然、まあ今言ったようなことは、皆さんはやらないから、それはきっちりこの講義でやりますよと。しかもそれが試験出るからやるの。ね。確率はもうそれが聞かれるの。ね。あとは、まあ、論文なんかでも、確率でももちろん、ある程度その、条文だけでははっきりしてないことっていうのがあるから、そのはっきりしていないことについて書いてないけど、これこうなんですよ。これこうやって処理するんですよ。迷わないでこう処理してくださいってことを、説明していくってことですよね。書いてやること自体と、書いてない場合にどうするかを教えて、皆さんに、講義をしていく。そういうことですね。っていうことです。はい。じゃあまあ、もう次行きましょうか。法律学の基礎っ
法律は何に役に立つのかってね、ちょっと、ぐちゃぐちゃと書いてありますけど、まず第一は、法律って結局、ルールの一種なんですよね。で、ルールって何で作るのかっていうと、揉め事が起きた時のためにルールって作るんですよね。揉め事が起きた時に、先にルールがあるのとないのでどう違うかっていうと、揉め事起きちゃった後はみんな自分に得なこと言うに決まってるんですよ。ね。そうだな。例えば、不良品がね、不良品買ってみた不良品でしたっていうような場合に、何にもそういう時に、そんなこと想定しないで物買ったり買ったり、友達同士なんかでそうやってやっちゃったりすると思うんですよね。メルカリなんかで売ったり買ったり、ヤフオクでやったりするっていう時も、やっぱりそういうふうなことあんまり想定しないで売ったり買ったりしちゃうんですけど、その時、実際に、まあ、商品がちょっと壊れてましたとか、ちょっと実際に思ったものと違いましたっていうふうな場合に、それで何のルールもないと、当然売った方としては、そういうもんですから、それでお願い、我慢してくださいっていうふうに決まってるし、買った方としては、こんな俺の思ったの違うんだよ。いらないから、ね、こんな金返しくやったらになるじゃないですか。で、先にルール決めておかないと、当然自分に得な方に言うに決まってるから、揉め事収まらないんだよね。だからそういう時に先にルール決めておくんですよね。つまり、じゃあ、その、物の品質っていう風なものが、取引通念っていうんですけどね。まあ、一種の社会常識ですよね。で、その社会常識から言って、それはちょっと、契約なしにするっていうのはおかしいよね。我慢しなきゃいけないよね。っていう風な程度のものだったならば、それは契約の解除できない。金を払わなきゃいけない。ただ、ちょっと、いう風なことになってくるし、みたいなね。取引通念を通じて、例えばそうだな、車買ってみたら、買ってみたというときに、こう、シガーソケットっていうか、アクセサリープラグってあるじゃないですか。あれがちょっと電源が通じませんっていうふうなぐらいで、車全部これ変えろって言うかって、やっぱ難しいと思うんだよね。それぐらいだとね。スマホ買ってみた裏にね、ちょっと傷がついてました。中古なんで多少擦り傷ありますよって言っても、写真写ったり傷あったらどうしてくれるんだって言っても、やっぱりそれはちょっと難しいんじゃないかなってすると思うんですよね。というところはどうしても取引通念とか、常識って話で最終的には言っちゃうんで、そこら辺やっぱ文系科目だな、理系じゃないなと思うんですよね。うん。私ね、司法修習って言って、弁護士になる研修をした時に、徹底的に聞いたんですよ、実は裁判官に。ね。この社会通念っていう風なところとかってどうやって決めるんですかっていうと、やっぱり、こんなもんかなっていうふうに決めてるんですよね、実際。もちろん、全く、こんなもんかなっていうふうな直感だけだと根拠がね、薄弱っていう場合、同じような事案を昔の事案を調べて、他の裁判官どうやって判断してるかっていうふうに調べてやるんだけどね。うん。でもね、民法では本当にしょっちゅう取引通念とか、そういう社会通念とかそういう言葉出てきます。ね。何が社会通念なのかっていうふうな、そこをね、実は論文では問われてるんだけどね。そこがちょっとあまり歪んでるって伺わせませんってなってるのが実は論文式試験なんですよ、司法試験のね。ただまあ、でも何のルールも、まあ、大体どういう感覚なのかっていうところはまたね、もうちょっと具体的にお話していきますけどね。あんまり社会通念っていうだけだと、その常識にね、それだけだとちょっと皆さんイメージ持たないでしょう。人によって社会通念が違ってね、認識してる人も多いでしょうからね。やっぱりその、例えばスマホだったらスマホの本来的に持っている機能っていうふうなものが、理由が、損なわれてるか、それか本来的に持っている機能はちゃんと使えるかどうかだろうと思いますね。例えば押してもタッチできませんっていうと、操作できないんじゃないですか。これはやっぱりちょっと、社会通念上、これはやめてくれみたいな話になると思って、電話できませんとかね。本来持っている機能が、やっぱりそれは、使えませんっていうふうになると、やっぱりそれは、ですね。社会通念上、これ契約の解除みたいな話になると思うんですね。車だったら、安全、ですね。ギアが入りませんとかね。ギアチェンジできませんとか、安全運転できないんで、危ないって仕方ないから、これは、やっぱりちょっと契約解除できるんじゃないかなって話になってくるんだよね。ただ、まあ、そういうふうにして、一応、ルールっていうふうなものを、最終的にはやっぱり社会通念とか言ってごまかしちゃうところもあるんだけども、まあ、なるべくそういうふうなのでごまかさないで、はっきりルールに先に決めておけば、ね、揉め事になった時にも、このルール通りなんですっていうふうなことでね。それで、まあ、いわば早く事件処理できるわけです。で、もし、そんな俺はんなルール、俺はそんなもん知らないって言っても、国会で国民の代表者がみんなで決めたことなんで、だから我慢してくださいっていう話になってくるんですよね。で、こうやって言えば、どうなるかというと、
裁判負けた人は、それでも絶対納得しないんだけど、他の人が、まあ仕方ないよねっていうふうになるんだよね。結局最終的な裁判所っていうのは当事者の方を見てないんだよね。他の人からあの裁判所おかしいっていうふうに言われないようにするってことを考えてるね。だから当事者の一方が負けて一方勝つなんて仕方がないことじゃないですか。全部両方勝つなんてそんなことをね、大回転じゃないんだからね。ありえないわけです。大回転だって無理だと思う、そんなことね。だから負けた方は最後の最後まで裁判所の悪口言うんですよ。私もまあさっきね、あの依頼者と裁判所の悪口言いまくってたんだけど、心の中ではでも仕方ないねって本当思ってるんだけど、私もね。結局その第三者の目から見て、あの裁判所おかしいっていうふうにならないように、なような判断っていうふうなものをね、裁判所はするんだけどね。すいません。どうしてもちょっと難しい話ね、しちゃうんですけど。まあ、とにかく、まあ、法律って何の役に立つのかってことを先にルール決めといて、揉め事って時にどうやって解決するかってルールなんです、結局ね。揉め事に、揉めるだろうなっていうふうなところを、それをピンポイントに抑えて、定めて、そこに、で、そんで揉め事もいろんな揉め事あるんだけど、特にその中でも、まあ、やっぱり、財産とか命とか、そういうものは特に大切だから、そういうものを守るようなルールを作りましょうっていうのが大体法律なんだと思ってもらえばいいですね。ですから民法も基本的には財産を守るように作られています。で、財産より当然命と体はもっと大切だから、命と体っていうのは財産順次で考えてもらっていい。順次でっていうか、もっと大切なものだって考えてもらっていいんで、そこまでしか民法を保護するってなってなかったりしますね、ちなみにね。これ行政法の世界でも、憲法の世界でも基本的にどこでもそうです。生命身体財産が法律の世界では守られるとなって、それ以外のものは例外的に守れすぎないようになってますけどね。まあ、とにかく揉め事が起きたっていうふうな時に、先にルール解決を決めとくと、もうこれ、この辺も国会で決めたことなんだから、これに従ってやりますっていうふうに言えば、少なくとも国民は納得するんで、それで先に法律を作っとくんですよね。っていうふうなことですよね。この順番に説明しようか。人間ってもともと集団生活で営むん で、人間が二人いるだけで揉めますから。私、奥さんとすら揉めますからね。ね。すぐ揉めますから、奥さんともね。だから二人だけトラブル発生しちゃうんで、これが三人、四人って言ったら、トラブルに決まってるんですよ、そんなのね。っていうことですよね。ただ、じゃあトラブル起きたっていうふうな場合に、ほっといていいんですかっていいわけがないんで、トラブルって病気みたいなもんなんですよ。ね、病気もトラブルも両方共通するのは、何も生み出さない。ただ苦しいだけ。で、それが解消されて元に戻るだけなんですね。苦労したらいいことあるかっていうと、いいこと一つもないんだよ。病気にかかった場合と、トラブルに巻き込まれた場合はね。だからそんなものは早く解消した方がいいの。病気は治した方がいいし、トラブルは解決した方がいいんですよね。維持になってさ、いつまで経ってもね、そのところ維持になっちゃう人いるんだけどさ、私も一言言えないんだけどね。だけど、それは早く忘れた方がいいっていうのはそうかなと思うんだけど、ただ早く忘れた方がいいっていう風なだけだと、やっぱり正直者はバカを見るっていうんでは困るんで、だから正直者はバカを見ないようなルールを決めて、で、かつ早く事件が解決するように先にルールを決めておく。っていうことです。で、ルールがあるとなんで早く解決するかっていうのは、まあ、もう解決策が書いてあるわけですが、ね。これは国家で決めたことだからこうなってるんですっていうふうに、まあ、言えば例えば弁護士とかが説明したらそれ済むかもしれないし、自分でインターネット調べてさ、そうなって分かったら、それで納得する人いるかもしれないんじゃないですか。で、もしも、ただそれで納得しないっていう人がいたらどうするかっていうと裁判になるんだよね。で、裁判になるとどうなるかっていうと、裁判所がきちんと正しく法を解釈して、法律を適用して使って事件解決してくれます。それで最後判決って出るから、最後判決まで出たら、この強制力ですね。有罪ですって判決になったら、刑務所にぶち込まれますし、何しろ罰金払えって話になりますし、民事の世界で、ね、被告は原告に100万支払えってなったら、これをもとに、例えば、給料差し押さえたりね、銀行金差し押さえたりね、不動産差し押さえできるんですね。今言った差し押さえるっていうのは、この強制ってやつだよね。無理やり金取っちゃうってことですけど、ね。っていうことですね。で、まあ、ルール決めるだけで、自主的に守ってくれる人もいるんで、それだけでも事件解決は早く終わります。あ、こうやって解決するんだ、終わるんですよね。しかし、そんな俺は知らねえ。俺はこんなもん知ったこっちゃねえ。俺がルールだとか言う人いるんで、そういう人に、まあまあっていうふうに言うことを聞かせるために裁判やって、裁判出た結果の通りに事件を処理する。で、なんで裁判やるかはこの後でまた説明するんだけども、いや、このまま説明しちゃうと、結局法律ってみんな知らないからさ、正しく法律を解釈、法律を使える人がやらないと正しい裁判できないからですね。
で、ね、つまり裁判官以外の人がと誤解して間違った事件処理しちゃうといけないから、だから裁判するんですよ。揉めた時にね。で、正しい法律を、正しく法を使ったこうですよってことを裁判官言ったら、まあ間違いないはずなんで、それに基づいて、強制執行バーンってやっちゃうっていうようなことなんですよね。はい。ね、刑法に触れたことやったら、まあ、ね、拘置所入れられちゃうと。刑務所入れられちゃうというふうなことですよね。拘置所っていうのはまだ判決がね、確定しないうちに入る人で、判決確定しちゃうと刑務所に行くんですけど、まあ、刑務所に行く前に拘置所に、刑務所空いてなくて、しばらく拘置所いることはあるんですけどね。うん。刑事施設って言って、身柄取っとく場所っていくつもあるんですけど、警察の留置場もあるんですけどね。まあ一応それぞれ目的違うんですね。警察留置場と、あとはまあ今言った、拘置所って呼ばれるものと、あとはその刑務所ね。それぞれ別々で、大抵はいっぱいですけど、どこもね。どこもいっぱいですけどね。比較的相手の警察と留置場ですかね。数が多いからね。はい。まあそれでもいっぱいですね。あそこにいつもね。まあそういうわけで、とにかく強制しないと、俺は法だとか言う人出てくると、せっかく法律作った意味がないんで、強制力をつける。ただその時間違って強制してまずいから裁判やるんだよっていうふうなことだと思ってください。で下に書いてあるね、その強制って何っていう話がね。ね、民事上の権利実現するときは、まあ強制執行しますよっていうね。あと犯罪防止のためには刑の執行ってことで、まあ刑務所に入ったり、罰金取られたりするというふうなことですよね。罰金を素直に払わないと、ちゃんと取り立て人が来るんですよ。ね。皆さんも司法試験を買って、司法修習っていくとね、そういう罰金を取る人っていう風なのがね、本当が使ういろんな道具とかを見せてもらえるんですよね。だからもう抵抗された時にこうね、なんか抵抗させないでこうさすまたみたいなものとか、さすまたってわかる、こんなやつで体を押さえたりするのとか、こんな本で使うのかなと思うんですけど、見せてもらったりしましたよね、本当。本当にね、でもね、東京のね、そういう風な執行官が、もう九州とか、他の県まで行って、それでこう、張り込んでね、金取るとか、そういうことも、場合でするみたいですよ、本当ね。それぐらいして、罰金払わないと、徹底的に取りに行くっていうね。まあ、金額によるんでしょうけどね、それはね。はい。実際はまあね、そこまでやってられないっていうことはあるのかもしれませんけど、でもやっぱり罰金は払ってもね、困りますから、だからやっぱりね、税金も払ってもらえて困るけど、税金以上に徹底に取りに行くんだろうなって思いますよね。税金も結構、まあ、徹底に取りにね、行くんだろうと思いますけど、はい。まあ、とにかく、ね、揉め事を解決するためのっていうふうに、もう繰り返しながら喋らないけど、ここら辺が法律が何のためあるかっていうふうな話なんですよね。で、最後に皆さんは、弁護士、検察、裁判官っていうのは、何のための仕事なんですかっていうと、法律が事件解決、揉め事を解消する。つまり、薬を使って病気を医者が治すように、法律を使って事件を解消して、皆さんの苦しい状況から、逃れさせると。で、揉め事をなくして、もっと前向きにね、生産的なことをやろうよっていうふうな方向に目が向くようにするような、そういう仕事をするのが法律家だよってことなんですね。うん、だからやりがいっていう風なのは、ある意味医者とね、結構似てるんですよね。まあ医者の方が、まあ、病気の方がね、なんとなく私の感覚だと、相手方よりも、まだ薬をね、投与して効くっていう風なのが、まだ言うこと聞いてくれることが多いな気がするんだけど、大体思った通りになる気がするんですけどね、病気の方が。まあ、癌とかの治療になるとなんか難しいんでしょうけど、4期とかの癌だとね。でもね、人間相手だと本当難しいんですよ。何言われるかわからないんで、相手が。全く読めなかったりするから、ね。で、また依頼者がですね、もう本当に何回説明してもね、分かってくれないっていうね、分かろうとしないっていうことがあるから、本当にね、メンタルしんどいんですけど、でもね、うまーく事件解決した時はものすごい感謝してもらえるんですよね。理由はもう、事件に巻き込まれていると、本当に不安と苦しさっていうものね、心がいっぱいだから、それが解放されたっていうだけでみんな嬉しいんだよね。で、かつそれでこっち有利な間と、もう先生ありがとうございますってなるから、ね。まあ、それはやっぱりやりがいをすごく感じるところですね。でそういうふうに、ありがとうございます。で、よかったですね。っていう手が出てってね。じゃあ、こう振り込んでくださいとかね、話になるんでしょうけど、それね。気持ちよくお金もらえますね、それね。まあ、実際はね、お金もらうっていうふうなやり方じゃなくて、相手から取って、そっから報酬もらうっていう形になるべくしますけどね。その方が気分いいでしょう。ね。依頼者もね。うん。だから、離婚とかの揉め事とかで、夫婦関係調整する方は、私は女性側についた方がいいですね。やっぱりどうしても男性の方が、なんていうんで、収入多いこと多いんで、大抵は男性がお金取って、女性の依頼者に渡すっていう風な話になってくるわけですから、
女性だったら、男性がつくと払わせなきゃいけないんで、それがちょっと、まあ、私も報酬もらってさらに払わせるっていうのはね、こんだけ減額してくれてありがとうっていうようなことももちろんあるんだけども、ね。まあ、もちろんそういうふうに持っていかないと気分よくね、報酬もらえないんで、まあ、女性側についた方がそういう意味では、なんか気分が楽なこと多いな気がしますね。あんまり女性側ばっかついてるとね、相手が男性がお前らできてんだろうとかね、わけわかんなくなってるんで、あんまり仲良くね、仲良くっていうかしないですよ。しないですけど、ね。言われといけないからそこは気をつけていかなきゃいけないんですよね。っていうふうなことですよね。はい。どうでもいい話を話してますが、次。あ、これも大切ですね。法律の構造です。まあ、これもし構造知らないと、皆さんが裁判官の時に裁判できませんから、ね。ですね。まあ、でもそんな難しいことなくて、こういう条件が整った時に、こういうふうな結果になりますっていうふうなことが書いてある。それだけです。すべては。はい、この書いてない見えても、書いてない見える時もあるんだけど、そういう場合はさっき言った解釈っていうのを補って考えるんですよね。こういう時にこうなりますって書いてるだけです。単純です、法律の構造はね。例えば、刑法204条の傷害罪とかは、体を怪我させると、15年間懲役、または50万円から罰金刑に処せられますよっていう、これが、いわば結果ですよね。効果ですよね。ちなみに、効果っていうふうな言葉は、こういう外国語みたいなもんだってことで、これこそ丸暗記してもらうしかないですね。普通は結果のこと効果と言いませんから、これはもう丸暗記してもらうしかないです。まあ、条件のこと、例えば15年間懲役になる条件が体を怪我させることなんで、っていうふうなね。この部分を要件っていうのは、まあ、なんとなくわかりますけどね、これね。条件のことを、まあ、必要条件ってことで要件で言うのかなって私は思ってますけど、効果っていうのは、これ多分外国語の直訳ですよね、これ。ね。何を直訳してるのかわかんないですよね。エフェクトなんですかね。違うと思いますけど。でも、ちなみに、うん、まあ、民事訴訟とかだとね、本当に英語の直訳で、例えば、審判対象こと訴訟物っていうんですね。なんで物っていうのかなっていうと、英語でアーティクルっていうからっていうね、ことらしいんですけど、でも全然物、訴訟物って何のことか全くわかんなくて、まあ、100万円を支払わなきゃいけないかどうかのことを訴訟物とか言うんですね。例えば、被告が原告が100万円払わなきゃいけないかどうかっていうことを訴訟物って言うんで、わけがわかんないんですけど、賃貸し、貸金契約に基づく貸金返還請求権が発生しかどうかっていうのを訴訟物って言ったりするんだけどね。こういうのも効果と同じで、もう丸暗記すぎないこと、部分だよね。なんで物って言うんですかとか、なんで効果って言うんですかって言うと、これはもうそう決まってるかと言いようがないんで、っていうことですね。とにかく、要件効果って、これを覚えてもしかないです。ね。ただ、その要件効果っていうのは、それで条件と結果のことですと。怪我させると、刑務所行かなきゃいけなくなりますよと。15年以下の懲役ですから、まあこれ1月以上なんですけど、1月、書いてない時は最低1月、1ヶ月ですよってことは他の条文に書いてあるんでね。1ヶ月以上15年以下のどれかの刑になりますよ。で、どこにするか裁判官が決めます。もちろん何となく決めるんじゃなくて、過去の事例とかと照らし合わせて公平になるように決めるんだけどね。ちなみに50万円以下の罰金っていう場合は最低は1万円です。これは他の条文に書いてあるからですね。1万円切っちゃうと、過料って言って全然別の刑罰になってくるんで。まあ、とにかく内容はまた刑法とかでやるんで、こういう事実があると、こういうふうな、いわば刑務所入んなきゃいけなくなったり、金払わなきゃいけなくなったり、義務や責任が発生しますよ。っていうふうなことを書いてあるんですね。民法も同じです。これはもう刑法、民法、全部、どの法律も共通しているところです。憲法もそうです。全部そう。消費貸借。これ、要するに、使うとなくなっちゃうものを借りるっていう場合、消費貸借って言うんだよね。一番代表的な金です。っていうか、もう正直多分試験でも、これ今後皆さんも金しか使わないと思います。昔は醤油借りると塩借りるってあったんですけど、コンビニとかないから、隣家から借りるんですよ。こういう切れたらね。使っちゃう。で、食べますよね、醤油とか。で、じゃあ醤油どうやって返すかっていうと、同種同等同量のものを返すんだよね。まあ、キッコーマンに対して山坂会社もいいと思うんだけど、それぐらいはね、普通は。ね。まあ、もしかしたらキッコーマンじゃダメだって言われるかもしれませんけど、まあ、大体同じものを返すってことでね。そういうのを消費貸借っていうんでね、使っちゃって、同種同等同量も変換するっていうものね。ただ、今後は皆さんこれ金だと思えばいいです。ね。金借りて使うんじゃないですか。金借りて相場、ところが飾っとくといませんよね。何度借りたんですかっていうのが普通使いますよね。金借りたらね。それを
を、まあ、約束の日までに同じ金額だけ利息とかつけて返すっていうのを消費貸借で言います。で、これはズバリ、返還合意と金銭を受け取ること。この二つですね。返還合意と物務を受け取ること。この二つをもって返還義務発生するって書いてあるね。そして裁判官は、実はね、簡単なお仕事なんです、あの人たちが。勉強さえできれば書いてくる。なぜならばですね、今言ったような587条の消費貸借契約、これも消費貸借契約に基づく貸金返還請求権が訴訟物、つまり訴訟で争われている、金返せっていうのが問題になっているときには、返還合意があるか、あとは、物を受け取っているかどうかしか興味がありません。あの貸主はあんな悪いやつなんですとかよく言うんです、依頼者とかね。あいつはこんなに合格人なんですか、悪口言いまくるんだけど、裁判が聞いてない。なぜならば、条文にはそんなこと書いてないからです。悪質な人間はいっぱい金を返さないとか、こんなこと書いてないですから、関係ないんで、全部スルー。裁判官は、この法律に則って事件を解決しなきゃいけないから、だから返還合意があるかどうかと、金を受け取ってかどうかだけしか見ません。だから、こんなんでいいのっていうふうな、事件解決を、特に最近の裁判官は、そういうふうな事件解決をやっちゃうと多い気がしますね。まあ、おっさんみたいなこと言います。まあ、おっさんなら仕方ないですけど、本当にね、人情ってはねえやなっていうふうに思うんですよ、最近の裁判官ね。まあ、確かあんまり人情に基づいてうっかりや、判決書いちゃってると、高裁で、取り消されるので、そうすると出世に響きますから、だから気持ちはわかるんですけど、自分のことで考えて裁判官増えたなと思うんですよね。とにかく、自己保身のためにも裁判官は、今言った条文に書いることしか見ません。だからそれ以外のこと一生懸命依頼者言うんだけど、無駄です。だから、無駄だよなと思いながらですね、依頼者の。で、裁判官そんな聞きたくないから、弁護士を雇ってくださいって言うんだよね。で、弁護士の聞かせて、弁護士が防波堤になって、で、弁護士がその中で裁判が聞きたいことだけを整理して渡すの。それが弁護士の仕事。いやー、ね。裁判官羨ましいな、楽な仕事だよねって思いますよ、本当にね。だから204条も同じですよね、これもね。身体の障害を、その、国人がしたかどうか、これだけを証拠を持って確定するのね。特に刑事は、自白してるだけでは有罪にできないんで、憲法書書いてありますから、38条とかにね、自白だけ有罪にできないんで、まあ、証拠も、見るんだけど、自白以外の証拠もね。これがね、民事になると、被告が、はい、借りましたっていう認めちゃうと、それだけで負けになっちゃうんで、そうするとお金返さなきゃいけなくなる。不利なことを認めちゃうと、もうそれだけで負けになっちゃう、民事はね。だから弁護士嘘つきになるんですけど、不利なことを、正直者になって全部言っちゃうと、最後負けるんで、だから正直、実際弁護士は嘘つきが多いです。だから私も弁護士をあんましたくないんだけどね。うん。だけど嘘つきになるのは弁護士悪いんだけど、裁判所が悪いんです。裁判所も、民法の、民事訴訟法のルールがそうなっていれば仕方がないんだけど、ね。まあ、ちょっとね、なんだかなって思うんだけど、まあ、それがね、ずっと長い間ね、こうなんか、そういうの事件処理っていうふうにもやってきた中での、まあ、結局それが必要悪というか、仕方がない落としどこだよね、みたいな話になってるんだけどね。私、裁判官が楽するためのルールにしか過ぎないんじゃないかなと思うんだけど、ね、不利なことを認めると全部、その、ま、証拠なしで採用されちゃうっていうね。だから不利なこと一切言えない。弁護士は常に強気じゃいけないんですよ。ね。弁護士性格悪そう見えて多いんだけど、私含めてね。これはね、仕方がないんですよ。また、こいで。全部強気じゃないと、ま、最後負けちゃうんで。私はそれ嫌だから、裁判外では全部強気っていうのはやめたいんだけど、結局相手が強気だったりすると、もう本当に、話し合いできない人本当に多いんですよね。すいません。私の愚痴を聞かせるのに、授業を取っちゃいけませんから。そういうわけで、法律の行動は今言った通りになっています。じゃあなんで、今言ったみたいに、特定の要件っていうふうなものがあるときに効果発生するってなってるのかっていうと、結局さ、法律っていうのは、権利と義務の体系って言われるんだよね。まあ、権利と義務セットです。同じもののベクトルの、スタートと終わりみたいなもんで、同じものを反対側見てるだけで同じものなんですよね。例えば、刑務所に入んなきゃいけない義務が発生するっていうのは、国に国家刑罰権があるからです。必ず権利義務は、誰かに権利があって、誰かに義務があります。それはもともと権利義務っていうのは、誰かが誰かに何かを求めることができるってことを権利義務と呼んでるだけだからです。ね、しかしですね、その権利や義務って目に見えますか？なんでいきなり目に見えるかどうか言ったのかというと、目に見えるんだったら、
ここにあるじゃないかっていうで終わるんですよね。ええ。ところが、権利や義務って目に見えないから、あの人、柴田に私金貸したんですとかね、柴田にこんなひどい目にあったんですって言われても、ひどい目にあったかとか目に見えないんで、裁判官として困っちゃうんですよね。今日もね、本当にスマホでね、依頼者に喋ってても、こんなこうね、めちゃくちゃな遺言っていう風なものはって言っても、いや、もうそれ裁判官わからないよねっていう、裁判官はそれわかりませんって言いますよって言ったら、ね、わかんなきゃないじゃないですかって、いや、わかんないと思いますよって言って、それで、本当になだめんのが大変っていうか、だったんですけど、うん。我々から見ると、事情を知ってる人から見るとさ、ただそれ思い込みごと多いんだけどね、実際は。ただ思い込みごと多いんだけどね。うん。だけど、やっぱりさ、ひどいかどうかとか、結構金返さげないかどうかって目に見えないじゃないですか。違法かどうかなんてさ。だから、どうしたんかっていうと、国会が、例えば、人を怪我させるってことは、これは刑務所に入んないといけないことだよね、とか決めて、刑務所に入んなきゃいけないけど、どういう時なのかっていうことを目に見える形にしたんですよね。人を怪我に、体に怪我させたって言ったら、証拠で立証できるからさ、目に見える形にできるんですよ。怪我した写真とかさ、医者の診断書持ってくれるんでしょ？ね。返還後やったら、契約書あればいいじゃないですか。ね。あとは、実際私かどうか領収書とか、受領書っていうふうなもので立証できるでしょ？何しろ銀行の振り込みの記録でもいいよね。目に見える形になるでしょ？で、目に見える形になれば、あとは裁判官は目に見える形になった、この要件になるところがあるかどうかで、今言った裁判勝たせるかどうか決めれるようになるんだよね。間違えないで、なんとなく印象とかでさ、なんか原告がものすごい勢い良くてさ、字がもっちゃくちゃ上手くてさ、僕がとんでもひどいやつで、もうこいつは絶対負けに決まってるって思わせる話術を持ち主だからってことで、惑わされないようにするためなんだよね、要するに。だから裁判官が今言った条文の要件しか見ないっていうのを、惑わされないためっていうのはそうなんで、彼らのことを悪口言いまくってましたけど、めちゃくちゃ言うっていうのは本当はまあ正しくはないんだよね、という意味ではね。彼らとしては真面目にやってるだけ。ただちょっと真面目な動画すぎて、ちょっと尺上すぎるって言って私悪口言ってんだけどさ。もう裁判が大、あ、いや、今言うと申し訳ない。裁判官の悪口というのじゃないんで、いいんですけど、多分裁判官弁護士大嫌いですと思うんですけど、あいつら何も分かってないって多分裁判官思ってますからね。うん。裁判官は自分たちが権利を発見してると思うし、弁護士は俺たち教えてやってんだと思ってますから、裁判が楽な仕事よねっていうふうにね、弁護士から見るとね、思うんですよね。まあいいや。だから、どっちもどっちで、多分裁判官全然違うと言うんですよ、ここはね。とにかく法律っていうのはさ、その、権利や義務っていうふうなね、刑務所人を入れるんですよ。強制執行をかけて、家とかバーンと壊したりさ、出てけって言って、家財道を外に全部運び出したりするんですよ、最終的にね。その時に、なんとなく、これはあなた負けだねっていうふうにしてやってたら、大変どうなんじゃないですか。だから、そうならないするために、もう、なんていうんですかね。偏見とかで間違った裁判しちゃったりしないようにするため、正確に裁判、権利義務があるかどうか、刑法に入んなきゃいけないようにとかどうか判断するために、この公式が刑法とか民法って形であるんですよ、っていうふうに思ってもらえばいいのかなと思いますね。というようなことですよね。ちなみに、裁判所に一生懸命、だから裁判だったら、この要件のやつ事実がありますありますってことで一生懸命言えばいいの。ただ口で言うんじゃ裁判官信用してくれへんから、証拠も出さなきゃダメなんだけどね。口だけじゃダメなんで、証拠も出すんだけどね。で基本的には、私が権利者ですっていうような人が、その証拠を出します。権利義務っていうふうなものを、区別する理由、意味は、まずそこにありますよね。裁判になった時に、権利者っていう人に立証させんの、裁判官はね。だから、刑法だったら国に立証させるんですよ。国やるから、国家刑罰権ね。っていうことですよね。で、民法の場合だったら、金返せって言ってる人が権利者なんで、貸主に、今言ったような返還合意あることと、実際お金あなた渡しましたよねっていうふうなことを立証させるってことになってるんだよね。っていうことですよね。はい。いかがでしょうか。では、次行きましょう。まあ、手続きの中で、これはまあもうね、ざっと頭に入れておいてもらえばいいのかなと思います。必ず最初、誰かが訴え提起して裁判所に、権利や義務があるかどうかを確認してくださいって誰かが、この裁判という制度をするって申し込みしないと絶対裁判始まりません。勝手に裁判所がなんとなく裁判始めても絶対ないってことは知っといてもいいでしょうね。で、刑事訴訟だと、つまり刑罰を食らわせるどうかは、実は国家刑罰権国にあるんで、だから公務員である検察官が起訴することになってるんですよね。で、まあ、これ権利者って書いてあって、実は、ね、義務者が訴え起こすことも実は例外的にあるんだけど、大抵は権利者ですよね。
義務者が訴え起こす場合っていうのは、例えばさ、誰かが、そのね、芝さん、金返してください、金返してくださいって言っても、いや、全然俺金借りてない、隣の人は借りてんだけどって、で、明らか人違いなんだけどっていうのに、しょっちゅう、金返せっていう人が来ちゃうっていうふうな時なんかに、私は金なんか借りてません、自分は債務ありませんっていうふうな、債務不存在確認して起こすってことはできなくはないんだけどね。関わったことはありますね、それはね、私もね。だから普通は別に金払いたくないと逃げんって言うじゃないですから、ただそれ煩わしいっていう時に訴えを起こして、俺はそんな金なんか借りてない、義務なんかないんだっていう訴えを起こせなくはないんだけどさ。そうはしないですよね。うん。だから大抵は権利者が自分の権利を実現するために、金返してもらうとか、するために訴えを起こすっていう方が普通ですよね。で、裁判所が、としてはそういう申し込みがあったら、一定の条件を整えてダメです。例えば、いきなり、なんか最高裁すごそうだって言って、最高裁判所に一番すごいとこに審理してほしいんですって言ってもダメです。困っちゃうから最高裁。みんな来ちゃうからね。それだと。分けた意味がない。地方裁判所に置いた意味がないんで。そもそも裁判所は、そういうふうな、最高裁判所は申し立て受け付けるような機能がありませんから、窓口もありませんと言っても、集英さんで追い払われます。まあ私はね、確か、最高裁判所に持っていかなきゃいけないものが、確か司法収集に入るための書類は、それは本当に最高裁持っていかなきゃいけなかったんで、あれは持っていったことあるんで、そしたら守衛さんが受け取ってくれて、ちゃんと手続きしてくれましたけど、基本的に窓口がないよね、最高裁は。だから、ね。だからそれはもう関西とか地裁行ってくださいって話になるのね。うん。まあ、だそういうふうに決まったルールには守らないと、こっちのマイルールに合わせろって言っても裁判所は一切、情報してくれません、ここは。もう一切もう情報はないっていうふうに考えてもいいかなと思いますね。まあ法律で決まってるんで勝手に曲げれないっていうのはあるんだけど、裁判所としてもね。裁判所が法律無視してたら大変なことになりますから、法律で決まってるんで最高裁として受け付けられませんっていうね。まあそれをまあ言い訳にして、まあ仕事が増えることは防げるっていうふうに仕組みになってるんだけどね、最高裁としては。で、ただまあ決まったちゃんと地裁で来たとか、簡易裁判所に来ました。で、その、必ず紙の訴状っていうのを出す。これは必ずじゃなくて原則なんですけど、まあ普通はでもね、関西でも事実上必ず訴状は紙で出さなきゃいけない。もうすぐ電子化しますけど、とにかく、記録文字の形で出さなきゃいけないっていうのが実務ではほぼ定着してるんだけど、決まった裁判所からこうやってしてください、やってしてくださいこと言うことを聞いてちゃんとやれば必ず審議はしてくれます。ね。そうしないと裁判を受ける権利、憲法32条の侵害になりますから、ね、ちなみに憲法32条はほとんど試験出ません。だから、一応ね、気にしなくていいんだけど、まあ、とにかく、その権利侵害なわけないから、必ず裁判してくれます。その、ちゃんと、その条件を整った、訴えを起こせばね、っていうことですよね。で、その審理になったら、さっき言ったみたいに、権利者は、さっき言った法律要件事実を、立証するのね。だから、まずは、どの条文を使うのかってことをはっきりさせる必要あるよね、という意味では。ね。条文決まらないと、どの要件を立証するか、どの事実を主張するか決まらないからね。あ、そうだ。ちょっとついでに、その、要件になった事実のことを、法律事実って、とかね、要件事実って、法律事実ってね、言うってことを、これを見とくといいかな。実際はね、あんまり使わないんですけど、こう法律事実ね。むしろね、民事訴訟法で主要事実って言葉が出てくるんで、実は主要事実って言葉は一番よく使うかなってしますね。犬をいじめたら、将来はあまり見ないですけど、犬をいじめたら何かね、こう罰を食らうっていうようなことがあった場合に、隣の家のポチっていうのがいわば主要事実とか、この法律事実なんですよ。具体的事実ね。で、それに対して犬っていうのがいわばこの、条件なんだけどね。抽象的な部分が要件になるんだけどね。で、私たちは裁判になったら、今お話をしたみたいな、主要事実とか法律事実を一生懸命裁判所に、こんな事実あるんですって言えばいいんですよね。で、相手がその通りです言ってくれたらもう立証しなくてよくなるんだけど、ね、ただ相手は間違いなく、それ全部そんな事実ありません、そんな事実ありませんって言うんで、言った瞬間負けるから相手はね。で、ね、証拠で、この事実は借用書ありますとかね。あとはお金も振り込みました。銀行の記録ありますっていうふうなことを裁判所に出して、それで今言った主要事実とか法律事実っていうふうなもあることを示す。で、裁判所がその通りですね。事実ありますねってなったら、被告は原告に100万円を支払えっていう判決が出るわけですね。
で、事実ありませんってなったら、原告の請求を棄却するっていう話になりますね。ちっちゃい話なんだけど、最初に原告で始まるか被告で始まるかで、勝ち負け分かるんですよね。給付訴訟っていう訴訟に限るんだけど、ただ9割方給付訴訟なんで、原告で始まった負けです。被告で始まった勝ちです。まあ、一部だけ勝ちってことあるんだけど、100万円くれっていうのが10万円になることがあるんで、被告は原告にって言っても、全勝ちとは限らないんですけど、一応、原告は、原告って始まると原告の請求約するって言って負けなんですね。だから最初に原告っていうか被告っていうかで、大体勝ちは分かってるんでね。それ以前に、ただその判決言い渡しっていうと、聞きに行かないのは普通だけど、実務だとね。刑事は違う。刑事は絶対行くけど、民事は、行かない。ね。別に行ってもいいんだけど、行かない普通は。どうせ、到達って言うと指で来られてくるんで、それを待つのは普通です。気になるんだったら電話できゃいいんで、わざわざ裁判所まで行く必要もないんで、普通は聞きにすら行かないです。民事の判決はね。ただ、社会的にすごく公害事件とか、そういうふうに、マスコミで出てくる事件だと、判決にマスコミを押せるんで、じゃあちょっと弁護士がいないのもおかしいかなってことで当初言ったりするんだけどね。それはやっぱりね。普通の裁判は判決聞きに行きません。むしろ行こうとすると素人扱いされたり、迷惑からやります。迷惑からやるって言うとちょっと裁判官が怒られるんだけど、実際彼らかなり迷惑そうですね。聞きに行くとね。なんで迷惑なのかちょっとここで言えない京都の事情があるんですけど、つまり公開法廷で言い渡されてないところ、誰もいなければ言い渡しか言い渡さないかわからないんで、言い渡さないでできるっていう、手抜きができるからだと私は思ってるんだけどね。時間が言い渡しましたって書けばさ、言い渡し、声出す必要ないんだもん。でも見に来ると、本当に読み上げなきゃできなくなっちゃうんで、判決文ね。だから来てほしくないのかなって気がするんだけど。いいや。また民事訴訟でそれやります。主文しか読み上げません、ちなみに。刑事みたいに理由も全部読むとかなくて、民事はもう本当に、被告は原告100万支払いみたいな主文しか言わないんだけどね。はい。これはちょっと本当にまた民事訴訟やりますんでね。っていうことですよね。で、あと法律の構造は、皆さんが裁判官になった時に、もう裁判するのに知らないと、裁判できませんから絶対知らなきゃいけないって話だったよね、さっきの話ね。で、弁護士になるんでも、検察官になるんでも、裁判官がどんな判断するかっていうふうなことの当たりがつけるためにも、当然法律の方を知らなきゃいけないんだけど、当然だから問題を解くのにそのまま役に立ちますね。というのは、論文式試験はほぼ 100% 事件解決問題です。あなたが裁判官だったらどんな判断しますか？あなたが弁護士だったらどういうふうに振る舞いますか？聞かれるの。プロテストですから、予備試験や司法試験は。弁護士や検察官や裁判官の仕事をこなせる力かどうかは見られるんです。だから出る問題っていうのは基本的には事件処理のシミュレーションです。で、これで最初の方の話に戻ってくるんだけどね。学者の議論なんていうのは試験にはあんまり言いません。なぜなら実務で必要ないからです。そして実務での、こなせるよう、実務で結構難しい複雑なことでもきちんとこなせないと特に裁判官は困りますから。だからそういうものをこなすような能力あるかどうかが聞かれるんですね。実務でいらないものは司法試験でいらないです。だから。実務で必要だ？実際は不要な能力は聞かれてるなと思うんだけど、いざという時に必要になりそうなことを聞かれるんですよね。普段必要とされる能力なんて大した能力じゃないですから、弁護士なんて、裁判官も検察官も。検察官はちょっと体力が必要ですけど、ね。普段はね、そんな難しくやってないですよ、我々。ただ、いざという時にちゃんとそれができない困るから難しく聞いておくって感じなんですよね。だから、司法試験のね、受かるためにやったことで、使わないことめちゃめちゃいっぱいあるんだけど、それをいざというときに、もしそれを知らないっていうと困るから細かいことを聞いとくみたいな感じなんですけどね。ただそれでも絶対に実務なっていうか使わないだろうってものは聞いても仕方がないから出ません。だから学者の議論は出ないんですよ。ね。判例と条文しっかり勉強して、あとは判例条文だけで事件処理は一見できなそうに見えるものが出るの。特に論文ね。で、その際も全ては今言った訴訟の事件処理のやり方。それに沿って、答案を書かなきゃいけない。この型を意識して書かないと0点です。つまり、まず最初に、どの条文を使うかが必ず書かなきゃいけないんですよ。ね。そして、その条文のうち、問題文の事情を見る限り、この条件とこの条件については特に問題なさそうだ。しかし、
どうも、シンディオスにとってこの部分は難しそうだっていうね。難しいところをズバリ次に指摘するっていうふうにしていくんです。あとはまあ、本当に、まあ、また論文の答案の書き方をお話しするんだけど、とにかく、シミュレーション裁判みたいなのが試験に出るから、そうすると、こいつの構造を知らないと、絶対問題解けないんですよ。解けたように自分を思ってても、それこそ一人よがりで0点ですから、型は持ってないだけ0点です。これね、法律の世界は本当にね、もう、法則を型にはめるためにやってるんだなと思うのがすごくあって、私、司法試験受かってから16年経ってやっと研修に行ったんだけど、その研修でもさ、型にはめられたんですよ、私ね。で最初、型を知らないんで、負荷ばっか取ってるんですよ。またかよってみんな思うかもしれませんけどね。あと、ぼっちだったからさ、それ情報知らなかったんで、そりゃそうですよ。16、司法試験受かってすぐ行ってないからさ、友達いないんですよね。だけど、最後に見る見かねた誰かが、ね、言って、USB メモもらって、中見たら、あ、こういうことだったんだって言って、それこそ最終の試験を受ける前の2週間くらい前にそのデータ見て、その型通り書いたら全部言うです。それぐらい型守らないと、中身を知ってても0点になっちゃうんですよね。だからまあまた論文の講座とかお話しますけど、とにかく条文最初上げろっていうね。うん、あその前に請求ですね、請求。要するに金返せとか言うとね、そういうふうなところを、何を原告が被告に求めてるかをしっかり書かなきゃいけないよね。まずここが大切なんで。うん。で、それで、その金返せっていうための条文はやっぱ消費貸借だよねって言って条文書いて、みたいな、そういう流れになってくるんで、法律の使い方まんまなんだよねっていうようなことなんですね。今言ったような、ですね。この、その中、その、試験問題といったら、どういう論文がね。択一はもちろんね、そういうのを意識してやらないと解けないものもありますから、当然択一とかよりもこれ知らないと話にならないんですけど、ね。特に論文に役に立ちますよってことは頭を置いて書いてね。これ要件指摘って書いてるけど、本当はこの前に請求書かなきゃいけないんですよね。原告は被告に100万円要求、したいと考えられるっていうね、みたいな。もうちょっとかっこよく書くんですよね。ただ、問題文にすでに、その請求が認めるかって書かれるときあるから、そういう場合は、その請求の根拠になる条文、貸し金が返還請求できるかって書いてあったら、いきなり貸し金の条文上げてってすればいいんで、請求書かなくていいこともあるんだけどね。とにかく要件指摘して、問題文に書いて事実、これ主要事実、法律事実が問題文に書いてあるはずだから、ね。でも中に、で、それで、で事実があれば、権利義務発生らしい、なければ、権利義務発生しないんで、って言って、請求は認められる、認められない。ね。有罪か無罪か、犯人かどうかとかいうふうなことを最後で書くんですよね。法律のね、問題ってね、大抵はイエスかノーだと思ってもらえばいいです。まあもちろん一部請求っていうのもある、一部請求によってあるんだけど、本当にね、司法修習行っても、有罪か無罪かとかね、犯人か犯人じゃないかを書けとかね、答えは丸か×かだけだみたいなもの多いですね、法律の世界では。っていうか、基本的にはもう判決で、任意棄却はどっちなんですかってことの世界なんで、で、実際聞かれるのは、じゃあその結論出すプロセスをしっかり聞かれるんで、これ丸1、丸2、丸3のプロセスをしっかり論文なんかで書いていくことが必要。で、この論文なんかで書くためのパーツみたいなものを択一を勉強する中で身につけていくっていう感覚ですね。はい。いかがでしょうかね。もうちょっと喋ろうか。次、法律の種類行きましょうね。よく六法全書ってね、言いますけど、法律って6つだけですかっていうと、全然6つじゃないですよね。6つだったら六法全書こんな分厚くなるわけないですよね。だいたい確か900個ぐらいあるんじゃなかったっけ。で、確か政令とかそういうの規則みたいなの合わせるともっと2000個近くはなかったかと思うけど、ちょっと通信ちょっと正確に覚えてないんですけどね。とにかくめちゃくちゃいっぱいあります、法律っていうのはね。で法律の、くっついて規則なんていうのを含めるともっといっぱいあるわけですね。なんでそんなにいっぱいあるんだろうかっていうふうなお話です。で、司法試験だともちろんそんなの全部やってる必要はありません。というのは民法や刑法とか、そういう、いわゆる、行政を含めた7種の法を使いこなせれば、他の法律見ただけで使えるようになる。というか、ほとんどの場合、書いてる通りなんで、別に勉強しなくてもいいし、わかんなかったら調べればいいだけだから、全部の法律知っておくじゃないんだよね。
7種類の法、科目の法をちゃんと使いこなせれば、他の法律の使いこなせるのは、当然使いこなせるから、だから試験では聞かれない。ね、必要な時調べればいいだけだからだよね。ただ、それでも7種類の、まあ、法の分野っていうふうなものが、司法試験と予備試験問われるわけですよ。もちろんそれは役割が違うんだよね。例えばさっきの講義の中でも、民法と刑法っていうだけでまるっきり違いますよねっていうふうな私した、言ったと思うんだよね。で、それがどう違うかも言いますよね。刑法は皆さん普段生活で知ってないとひどい目に遭いますよって話をしたよね。警察変わりますから刑法の中身知らないとね。でも民法は知らなくていいですよ。これ裁判官が裁判するためのもので、実際皆さんが生きていく中では民法とまるっきり違った形しても、当事者が納得すればそれで済んでいくからね。もうその時点で民法と刑法って全然役割が違うんですよね。うん。で、あと、まあ、商法っていうのは、実際、まあ、会社法っていうものが商法から今独立して、大体会社法を勉強するんだけど、商法って言ってもね。8割ぐらい会社法、もっとかな ?8 割5分ぐらい会社法を勉強するんだけど、これはまあ、民法の中でも特に、商取引に関わる部分を特別に取り上げたもので、ね、ものなんですよね。うん。例えば、皆さんメルカリで物買うっていう時に、メルカリ使ったことない人、ヤフオクでもいいんだけど、何でもいいんですけど、自分で普通使うために買いますよね。っていうのが民法世界のね。それに対して、商法は買ったものをそのまま売る、横流しするっていう世界が商法です。そうすると、どんどんもう買って売って、買って売ってっていうのが商法の世界なんで、で民法とはやっぱりそこら辺のところは違ったルールが適用されてるにしないとうまくいかないことが出てきちゃうんだよね。大体民法世界に会社についてのルールってそんな詳しく書いてませんからね。会社ってものあれ金儲けの道具だからね。金儲け、まさ、本当にね、利潤追求をための法、唯一の法人だから。他の法人は利潤追求できないんで、利益追求しなきゃ株式会社にしなきゃ、会社にしなきゃいけないんですよね。まさに金儲けのための法人、これが会社だから、だから商法のに、その会社法っていうのは含まれてくるんだよね。昔は商法の中に会社法入ってたの。最近ちょっと会社法はボリューム多くなりすぎたから独立させましたけどね。最近っていうか平成16年だからもうだいぶ前ですけど、ね。で憲法となってくるともうこれはレベルが違う。民法、刑法、商法っていうのはこれは全部法律っていう風な世界なんだけど、法律よりも効力上です。憲法は効力が一番、強い、どういうことかっていうと、憲法と矛盾する民法の条文や、憲法矛盾する刑法の条文や、憲法矛盾する商法の条文すべて無効です。それに対して民法と刑法は役割が違うから、矛盾してても全然構わないんです。よくね、民事訴訟と刑事訴訟でそういう話出てきますね。だから刑事訴訟で無罪になった人でも、民事訴訟で、不法行為で賠償責任を問われることありますからね。これはやっぱり、まあ、民事の世界と刑事の世界が違った世界だからなんですけど、ね。まあ、他にもね、やっぱり刑務所に入れるためには、ね、もうね、もう、万に一つを間違いないってぐらいまで固い。っていう立証しないと刑務所に入れたりできないんだけど、民事の世界だったら十中八九間違いないってことで、不法行為責任問えるっていう違いもあるんだよね。だから万に一つの間違いないっていう場では言えないんだけど、十中八九間違いないっていうんだったら賠償責任負っちゃうんで、だから民事の世界、刑事の世界で裁判の結論が違ったりするんだけどね。1万分の1の確率と10分の1の確率って全然違うじゃないですか。ね。だから10分の9には入ってるんだけど、1万分1は入らないっていう風な、ね、ことだってあるのでね。まあ、そういうわけで、不法行為責任は問われるけど、刑事でも難しいことがあるんだよね。だからこれは分野が違うんで、そういう風にちょっとルールが違ってくるからっていう風なことなんですね。だから民法の刑は矛盾するっていうことは気にしなくていいです。お互いバッティングしないもともと。でも憲法はすべての法律とか、国の行為の、あらゆる国の行為の親玉なんで、憲法に書いてることに矛盾する国家行為はすべて無効だから、憲法98条1項とかなんですけど、これは結構重要なんですけどね。また憲法で勉強してもらえばいいんだけどね。はい。まあ、こういうふうな法に、いろんな法律とか、法律ではない、もっとレベルの高い、すごいものもある、憲法なんていうね。憲法はね、我々が守るんじゃなくて、国が守んなきゃいけない、ね、法なんでね。うん。国がね、いきなりこう、ロシアみたいにさ、女も子供みんな殺せっていうふうにね、まあやってるだろうなっていう前提でちょっと喋ってますけど、あんなむちゃくちゃことをしないようなための法なんで、憲法とかね、っていうことだよね。
で、さらに民事訴訟法、刑事訴訟法っていうのがあって、あと行政法の世界だと、行政作用法っていうのが、と、行政手続き法っていうのをやります。行政作用法っていうのは実は実態法で、行政救済法っていうのは手続き法なんですけど、実態法、手続き法って区別もあるんですね。これ何なのかっていうと、実態法の方がまさに守んなきゃいけない中身そのものですね。刑法なんてまさにそうでしょ？ね。で、憲法は国が守んなきゃいけないことです。で、民法は守んないと裁判で負けるっていう中身で、守んなきゃいけないルールそのものを実態法っていう感じですよね。で、それを守んないときに、ね、俺が法だ、そんな国会が知らねえっていうふうな人いたときにですね、その人たちに、いやいや、そうじゃないからって言って、さっき強制をするって言ったでしょ。で、強制すぎ間違って、隣の家とかバーンと壊しちゃいけないんで、隣の人を無理やりね、こう、家財道を運び出して、ね、追い出しちゃいけないから、間違えちゃいけないんで、裁判するって言いましたよね。その間違えないために裁判やって、最終的に強制執行やっていくっていう風なための、そういう風な手続きを定めた方を手続き法って言うんですね。これ自体がきっちりしてないと、間違いを犯さないための手続きが間違いだけだって話にならないから、だから手続き法があるんだけどね。間違いを犯さないために刑事裁判があるって言ってもさ、その刑事裁判がで区が立ちをしましょうって言って、この壺の中に手を入れてくださいって言うんじゃさ、ちゃんと裁判できないじゃないですか。だから、区が立ちダメですよっていうふうなのは、いちいち書いてないと思うんですけど、書いてないというか、刑事訴訟で勉強します。証拠裁判主義って言って、条文あるね。証拠裁判主義、条文あるわね。まあ、ちょっと久々に刑事訴訟を講義するんで、一瞬ド忘れしてましたけど、区が立ちダメです。条文あるんですよ。ちゃんと、刑事訴訟法にはね。だから、裁判自体はめちゃくちゃやるといけないから、法律で、どんなルールに従って裁判するのか。あとは、強制執行するときに、ね、強制執行するかって何やってもいいってわけないからね。うん。だから、そこら辺で、おかしなことを起きないようにするために、やっぱり法律を定めておくんだよね。手続きはそういった意味では、どっちかっていうと、国が守んなきゃいけない法律ですね。なんで、裁判って国が主催するからね。我々だから、手続きも知らなくて本当はいいんですよ。一般社会を生きるんだってだったらね。民法と同じです、そういった意味では。これ、裁判をする国が知ってればいいんでね。だから、私も知らないと恥ずかしいなと思って勉強っていうか、知らない講義できないんで勉強してますけど、実際、弁護士やるにあたっても、手続きを知らなくても、裁判できますね。裁判所聞けばいいんで、わかんなければ聞くっていうね。私、恥ずかしいんで、電話して聞けないんですけど、ちょっとそれを、恥ずかしいってなければ、別に電話して聞けばいいじゃないですから、わかんないことはね。手続き法は知らなくても裁判できる。だから、自分で裁判やろうとはできるんですよね。うん。これはもともと国が守らなきゃいけない法だからです。訴訟法、執行法。訴訟を、間違いないかどうかの確認のための法が訴訟法で、執行法っていうのがその後強制執行するための法なんですけどね、っていうことですよね。はい。ちょっとだけ話します。で、このように実態法と手続き法っていうのは両方あって初めて意味があるんですよってことを知っておくといいかなと思います。まあ実際は実態法のうち一部なんですけどね、手続き法によって実現されるものね。スピード違反してもみんな捕まるわけないでしょ。捕まってる人多いですよね。だから実態法違反って結構しょっちゅうされてるんだよね。で、民法なんかはもともと守らなくていいんでいいんだけど、刑法ですら実際守れてないよね。世の中によく検挙されるのは、やっぱり自動車運転開通事項と窃盗なんですけど、世の中で一番起きてるのは本当は詐欺じゃないかと私は思ってるんだけど、でも実際検挙されたよね、詐欺とかね。証拠が残りにくいんで捕まんないからですけどね。スピード違反とかもそういう意味では詐欺よりもっと多いかもしれないよね。だから、現実社会では、ルールって守られてないことも結構あるんだけど、ただ、全部守んなくていいってなったら、誰もめちゃくちゃになるじゃないですか。だから、多少は見せしめをするとか、ないしは、きちんと守ってくださいってことを頑張って訴訟を起こした人のためには、よし、頑張ったからあなたのためには、きっちり国も頑張りましょうって言って、民事訴訟で判決くれて、強制執行もできるって話になっているんだけどね。だから全部実態法が実現されるわけじゃないんだけども、ただこの手続きをあるおかげで、自分の権利を確保することに頑張る人は、ちゃんと権利確保できるとか、刑法がみんなあんなどうせ悪いことやったって捕まんないよっていうふうなことで困っちゃうから、実際捕まるから、じゃあ刑法を守りましょうってなるよね。そのために手続き法があるというふうなことを頭を置いてもらっていいのかなと。ただ単に絵に描いた餅にならないように、たまには国も頑張ってさ、実態法を守らせないと誰も守らなくなるんで、
手続き法があるんだよって思ってもらうといいのかなと思っています。じゃあちょっと休憩入りましょう。まあ、とにかくね、全体構造編ってあんま大きい声で言えないですけどね、必ずしもやらなくてもいいよ。やらなきゃいけない。どうせ後で出てくることだからやらなくていいってことなんですけどね。うん、じゃあ、ここら辺、じゃあ、ページ数行った方がいいっていうの指摘があったんで、次からね、ちょっと画面にも、これ、ズームとかで見てる人はちゃんと見えてるはずなんですよね、これ。ね。ただ、この画面をちょっとそこに映さないと、声聞いてて分かんないからっていうことですね。そうだ、そうだ、その通りだ。じゃあ、4ページですね、今やってるのね。で、司法試験合格のため勉強する法っていうのは、まあ、書いてある通りなんで、また順番に今後出てくるからっていうふうなことですよね。このうちの民事執行法とかは、でもまあ、もう、あんまり実務基礎でちょっと出てくるかなっていう話で、あんまりやらないですよね。やっぱり、まあ、まずは民法やって、刑法やって、憲法って、やっぱりこの3つの法律が特に大切かなって気がしますよね。うん、まあ、公法、司法、刑事法みたいなね、言って、この三つのどれであるかによって、そのルールが大きく変わってくるんですよね。特に民法とそれ以外みたいな感じしますね。憲法と刑法と刑法は両方共通するのは絶対守れないっていうところなんだよね。民法は守らなくていいって話を皆さんしたと思うんですけどね。裁判官は守らなきゃいけないけど、皆さん守らなくていいよね。それに対して憲法は、これ国が守らなきゃいけない法律で、法律じゃなくて法で、で、国は絶対憲法を守らなきゃいけないです。守らないと無効です。ね。で、刑法は我々が守らなきゃいけないもので、守らないと 刑務所入れられたり、罰金刑課せられたりするってことで、守らなくていいことは許されないっていうのは憲法と刑法の特徴だったりしますけどね。商法はまあ民法の一種なんで、まあ基本的にはまあ守らなくてもいい、裁判にいいんですけどっていうね。ただ、民法では多少ちょっと守らないと無効になっちゃう。会社法の世界だと結構守らないとバレたら無効ですよって言われちゃうっていうのが結構商法多いですけどね。まあ民法もね、中には公序良俗みたいに絶対守らなきゃいけないものもあるんで、すべて守らなくていいわけではないんだけどね。うん。公序良俗違反とかだともうね、当事者がそれでいいですとかね。麻薬取引とか有効でいいんですって当時いくら言っても無効されちゃうんで裁判所が気がつくとね、それにね。そういうのはやっぱ例外あります、もちろんね。はい。で、民事訴訟、刑事訴訟法は今言ったような、民法、憲法、刑法、省に書いてある権利義務っていうふうなものを発見するための手続きである訴訟を、訴訟ルールね。で、訴訟ルールがなんでないとダメか、さっき言った通りですね。訴訟がめちゃくちゃと、権利義務発見が正しくできないからってことですね。手を入れて火傷したら有罪とかだと、そんなんじゃ、ちゃんと、誰が有罪かどうか、ね、わかんないからって話ですよね。民事執行法とか強制執行するときに、ね、執行のときに、何やってもいいってわけじゃないんで、ね。うん。よくさ、なんか、家財道具差し押さえって言ってね、なんか、ドラマとかでこう、なんか、ペタペタ紙貼ってるイメージあったりするとか、まあ、ない人もいるかもしれませんけど、昔のドラマだとそういうの出てきたんだけど、実際あんなことやりませんから、っていうか、動産自体執行しませんから、ほとんど金にならないんで、動産なんてね。で、仮に、動産を執行するにしても、こう、なんか、裏とか、一枚だけペラって貼るだけで、リストをね。うん、実際そんないろんなところに差し押さえって紙貼ったりしませんからね、実際ね。うん。まあ、で、そうやって執行しに行った時にさ、勝手にプリンがね、盗んで食うとしちゃダメでしょ。そんなこと執行官がね。まあ、そんなするわけがないんですけど、むちゃくちゃことされていけないからいろいろルールがね、あるんですよね。うん。強制執行時には、こうね、判決文だけじゃなくて、ちゃんと確定証明書も必要ですよ、とかね。いろんな書、ね、こういう書面、あんな書面も用意してねってことが書いてあるんですよね。間違いがやっぱないようにするためだよね。で、実態法と手続き法の区別はもうさっき言った、大きく違うってこと分かったと思うし、で、実態法の中でも絶対守んなきゃいけないか、そうじゃないかみたいな違えるよって話をしたよね。あと、まあ、民法と商法の違いっていうのはやっぱり人間関係が様々あるから、その場面ごとに違った法があるんだよってことですね。商取引の世界だったら商法かなとかね。で、憲法とかは国が国民に銃口を向けて人殺しとかしないようにするために、ね、国家と私人の関係を切り捨てるために憲法ある。行政法は、ま、憲法の古文です。そういう意味ではね。ですから、行政法も、行政主体って言ってわかんないですよね。議員とか、あと首長、つまり首長とかは、当然守らなきゃいけないですね。公務員はね。絶対守らなきゃいけないんです。だから私が長寿やった時、すごい困るんですよ。民間の管区みんな来るんで、法律でこう書いてるからダメですって言っても、そんな話してないんやって言われるんですよ。要するに民法の感覚で一般の人みんな思うんだよね。
法律って守んなくていいわと思ってるから、私がこうなんかちょっと裁量聞かせればね、守んなくていいと思われちゃうんで、それを、いや、そういうわけ聞かないんですよって言っても、なかなか分かってくれないっていうか、全く分かってもらえなかったっていうのがあるんですけどね。ちょっとね、しんどかったね、そういうところはね。ただまあ、なんでそうなっちゃうかもね、本当に講義をしたり、分析とか してる知識あるから、分かるって、分かる、私も、あ、こう、民法関係言うんだな、こういう人たちはって思っててね。違うんだけどな、と思いながらね。で、民法の中でも、多くは724条までは財産関係についてのルールだけど、それ以降は、親子関係と夫婦関係を中心とした親族関係についてのルールが書いてるんですよね。やっぱり親子とか、ね、かなり特殊な関係ですよね、夫婦も。ね。皆さん誰か人を養育しなきゃいけない義務なんて発生します？普通発生しないですよね。そうやって親子とかじゃないと発生しないじゃないですか、親族じゃないとね。だから、やっぱり親子と夫婦っていうのは特にちょっと普通の、一般社会でない変わって、特別な関係なんで、民法の中でも特別に後半に親族相続って言ってルールが、あと相続法は、まあ、親族関係っていうのが深く関わりあるから、親族法の後に相続法があるんだけどね。まあ、そういうふうに、いろんな法律関係っていうもの、つまり、適用した方がいいルール、事件解決のためのルールっていうのが、場面ごとにルールが違ってくるから、その場面ごとにあったものがそれぞれ別個独立し用意されてるよってことですよね。まあ、ね、民間の、自分で経営してて、自分のオーナーやってる会社だったらさ、あんただけ安く仕上げろとかさ、まあ、うち損してもいいから、ちょっと、金融機関車、やってあげるよとできるけどさ、ね。でも、例えば行政の首長がさ、特定の人だけにね、便宜測っちゃダメでしょ。やっぱりそれね。だいたい自分の金じゃないし、それ。税金とか人がもらった金だから、それを首長って言って、まあ、ほんと首長って言わなきゃいけないんだけど、だって首長って言うと、まあ、州長みたいだから首長っていうのかな。でもすると組長みたいなんで、なかなか、ちょっと、どっちも発音難しいんですけど、まあ、とにかくさ、そのね、町長とか市長とか総理大臣とかが特定の人のね、便宜測ったらダメですよね。なんで自分の金じゃないんだもん。人が預かってる金なんだからね。だからやっぱりルールは、そういう理由があるから絶対守らなきゃいけないんですよ。行政法は。でも民法は自分の金、自分が別に傷つくんだったらいいよねっていうところあるから守んなくていいところもあるんだよね。民事関係は不合意なことは許されます。だけど、行政とか憲法の世界、広報関係は不合意ことは一切許されない。刑事関係もね、不合理はダメっていうのが、法の世界です。むしろ法って言うと不合理なものはダメなのが当たり前だってみんな思っちゃうと思うんだけど、民法の世界は必ずしもそうじゃないんですよね。そういう意味では。別に不合理なものでも、当事者がうんって言えばそれでいいっていうのが民法世界ですよね。まあそういうふうにして、なんでそう違うのかっていうふうなのももちろん理由があるんだけども、違ったルールを適用した方がうまく事件処理できるから、それぞれ場面に応じて違ったルールがボサッバサッとあるんだよっていうふうなことですよね。であと、まあ、特にそのね、今言った、守んなくていいよって世界が、を大体司法って言って、絶対守らなきゃいけない。合理的なことじゃないと許されないよって世界が公法って待ってもらっていいです。刑事法っていう、もう一種の公法と見ていいと思いますね。だから私もね。司法、公法と刑事法って言って分けるのが多いんだけど、私は刑事法も一種の公法と見ていいのかなと思います。でさらに言うと、民事訴訟法や刑事訴訟法も国が絶対守れないんで、一種の公法だと私は思ってますね。だから、融通効かないです。民事訴訟とか刑事訴訟法はね。融通効かしちゃダメなんで、国が守る法律だから。っていう話になってくるね。はい。じゃあ、先に行きましょう。もうここら辺からはね、もう大体喋れないけないこと全部終わってるんで、もうここからは時間、もう消化試合みたいな感じなんですけど、法律の解釈と司法試験予備試験って書いてあって、まあ解釈はなぜ必要かっていうふうなことは、ちょっとこれ書いてあるんだけど、まあ、それはもう、条文って完璧に全てが書いてあるわけないからなんですよね。完璧に全て書いてあるわけないというか、書けないです。で、これいろいろ書いてあるんだけど、例えば、99.9% の事案ではうまくいくことでも、残りの 0.1% でうまくいかないことっていうのはやっぱあるんですよね。でそういうことまで最大漏らさ全部条文化するっていうのはやっぱ不可能なんで、すごく例外的なことが起きたときにどうするかっていうふうな時については、やっぱりそれは条文に書いてないから解釈で何とかしなきゃいけないんですよね。まあ、解釈とは、だから言い換えると、条文に書いてない解決策がはっきり書いてないっていう場合に、それで裁判所が分かりませんっていうわけにいかないんで、分かりませんっていうのを放り出しちゃったら、
事件が解決しないで終わっちゃうからね。憲法32条、裁判を受ける権利っていうのは、裁判をしてほしいっていう時に拒否されないっていうだけじゃなくて、途中で放り出されない。ちゃんと判決も出してもらって、事件解してもらう権利まで入ってるからね。さらに迅速な裁判を受ける権利って、迅速にやってもらうって権利も入ってるんだけど、あんまり現実は、民事訴訟はあんまり迅速じゃないよなっていうふうに思うんですけど、まあそれで理由はあるんですけどね。とにかく、訴訟をやってくれるってだけじゃなく、判決まで出して、何らかの解決してもらうってことまで憲法上の権利だから、憲法32条とかのね。そのためには、法律に書いてるのが分かりませんって言って、分からないって言って、そんな判決書けるわけがないんで、裁判所はね。そんな恥ずかしいこと裁判所ができるわけがない。だから解釈っていうふうなのは、その書いてない時にどうやって処理するかっていうふうなところのことをそう言うんだと思ってください。で、これは、で、その上で、その書いてないことをどう処理するかっていうところを、まあ、裁判所が、もう、ものすごいたくさん事案を、それこそ、近代法典っていうものが、明治のね、40何年ぐらいとかに、制定されてからさ、脈々とずっとこうだから、実施されてきてるわけです。さらには、日本がそれを受け継ぐ前に、フランスとか、ドイツとか、イギリスとか、ヨーロッパで、法とは、について、こういうふうなルールにした方がいいってことを研究され尽くしてきてるわけですよね。そういうふうなものを踏まえて、でもそれでもあえて条文化しないところがあるんだけど、ね。こんだけ長い歴史あるけど、あえて条文化してないところがあるので、そこら辺のところをただ今言った長い歴史見れば、どうやって解決するのが正しいかってことは、もう記録見ればわかるんで、で、その記録みたいなものを言えば、まあしかもそれをちゃんと日本の裁判所が、裁判っていう形で記録残っているものを判例っていうんですよね。条文に書いてない、ところでどうやって解決するかってことを裁判所がこうやって解決しますよっていうふうなことを言ってくれてる部分を判例と言います。特にあれば最高裁判例が一番権威がありますっていうか間違いないですね。ただ実務では最高裁判例がないものもいっぱいありますから、特に行政法の世界はすごく多いです。最高裁判例までないものがね。そういう場合は仕方ないから、地裁判例がもう先例としてものすごい権威を持っていることもあります。行政法の世界ではね。民法とかじゃありえないんですけどね、ただの地裁判例が、そんな風な、なんていう、そのね、権威持ってるなんてことね。民法は数が多いから事件のね、何らかで言って本当に問題があるような場合は最高裁まで行くんですよね。でも行政事件はやっぱ数が少ないんで、どうしても、あと条文もないしね、あんまりね。条文がないわ、行政事件の数も少ないわってことで、だから地方裁判所裁判例でもそれを参考せざるを得ないとこあるんだけど、ね。っていうふうなこともあって、ね。まあ、本当は最高裁判例がベストだけど、ないときは高裁判例や地裁判例が権威持っちゃって、もう実際こうやって処理しますっていうふうにして、実際に事件処理することも少なくないです。で、何が権威あるかどうかっていうところも含めて、もう、法律の世界で、なんかもう相場みたいなものあるんですよね、実際は。だから私も行政事件結構やってたことあって、それでうまくいかないからもう立候補したんだけど、ね。でその行政事件やってた時なんかでも、極めて新しい、ね、確か平成6年かなんかの先例があったんだけど、それより新しい平成27年かなんかの埼玉地裁の判例があったんで、それ出したけど完全無視されましたもんね。もう一方の方は、ただの千葉地裁の判例なんですけど、でもそっちが権威があることになっちゃっててさ、それと完全矛盾するものが出ていたんで、最新の判例はいいじゃないって思って、それ出して主張したんだけどね、それ通らなかったもんね。最高裁までやったんだけどね、よし、もし最高裁がこれを審理してくれたらね、俺が判例を作れると思ったんだけど、ね、それはちょっとできませんでしたね。っていうのもありましたね。だからやっぱりそこら辺のところも相場みたいなものがあるね。その時にどうしても最高裁がこれは新しい判例を作っとけないよねっていうふうに思わないと、昔の判例がそのまま引き継がれていったりするっていうふうなのはあります。ね。そこら辺のところはブラックボックスなんですけど、なんとなくわかるんですけどね、なんでそうなるかっていうのはね。ただブラックボックスだし、まあ別に実務するにあたってそこまで知っておくじゃないんでね。とにかく解釈で何かってことを今日は頭を置いてもらえば十分です。解釈とは条文だけでは、1たす1は2みたいに公式に数字入れるっていうふうなだけで解決できるようにいかないところあるので、それを、どうやって解決するかっていうふうなアイデアのことですね。そして、その解釈は、裁判所がしてくれてますから、ベストは最高裁、ないしは戦前大審判例ですが、
それがないときは、地裁判例とか高裁判例が判例として使うこともありますと。まあ、大抵最高裁判例と思ってもらっていいんだけどもね、その地裁、その行政法とかの世界以外はね、行政法以外はもう本当に憲法でも最高裁判例だけしっかりやっとけばいいかなと思うんですけど、ね。で、その部分も知らないと事件処理できないんで、判例はやっぱり覚えなきゃいけないよってなるよね。もちろん丸暗記じゃダメで、なんでそんな風に裁判所行ったのかっていう風なことを意味が分かった上で覚えないと応用が効きませんので、ね。ま、私なんかはね、本当に数学なんかもそうだったんだけど、公式の導き出し方もよく分かんないのに、応用問題は解けるっていう非常に歪んだ問題の解き方をしてて、自分が司法試験を受かった時もそんな感じだったんですけどね。うん、まあでもそれはやっぱりお勧めできないんで、野生の勘で無理やり解くっていう風なことをしてたんだけど、それは絶対お勧めできないから、だから皆さんにはきちんとなんで判例がこういうことを言ったのかっていうふうなことを皆さんに説明するとしますね。ちなみに民法はね、だいぶその判例が条文化されたんですね。2020年の改正でね。だからもう判例じゃなくて条文として説明することはだいぶ増えて、で、あ、よかったなと思ってるんですけどね。逆に言うと、その確立し判例ってもう条文化しいぐらいもう固くって、もうそれに通りにやらないと、もう裁判所では独自の見解で採用できないと言って完全無視されるっていうふうなことも知ってもらってもらっていいんじゃないかなって気がしますね。はい。で、真ん中に解釈の仕方と先例ってありますが、まあ、これはまあ実際はね、あの判例を一個一個勉強する中で、勉強していくんだけど、まあ、全部その判例がどういうふうな観点で作られているかっていうふうなことの、まあ、あの、考え方、ヒント、視点みたいなものですよね、これはね。まあ、法はすべて目的あるって言って、目的論的解釈って言うんですけど、あの、すべて目的あると。例えば憲法だったら、法、憲法だったら人権保障のためのものなんで、あれはね。よくね、国民主権、基本的人権尊重、平和主義って言ってるけど、あれ3つ並べちゃダメなんです。人権が一番大切なの。もっと大切なのは個人の尊重なんですけど、ね。その一人一人大切にしましょうっていう。で、大切にするってどうやって大切にするのっていうと、その人の表現じゃ認めましょう。その人の信教自由認めましょうって形で、国が邪魔しちゃいけないよっていう形で、あの、人権っていうふうに、あの、大切にするじゃわかんないんで人権って書いてるだけなんで。で、国民主権だとか平和主義なんていうのは全てその人権をきちんと守るための手段にすぎませんから、あれ、並べちゃいけないんですけど、一番大切なのは間違いの人権なんですよね。うん。まあ、ですから、憲法はもう人権保障のためのものです。個人の尊重を実現するためのもの。個人の尊厳を守るためのものなんで。ですから、あんまり、それだけだとちょっとね、あんまり抽象的すぎて、あんまり役に立たないんですけど、本当に困った時は、どう考えれば人権尊重に役に立つだろうっていうふうなとこから考えていくっていうようなヒントになるんですよね。解釈の、するときにはね。だから、この条文はこういう目的、こういう趣旨で作られてますよ。この法律は全体こういう趣旨ですよっていうふうなことはしっかり勉強しておいた方が判例を理解するのに役に立つというふうなことですよね。はい。目的に一番た解釈を裁判所しているはずだからっていうふうなことは頭を置いておいてもらっていいのかなと思います。道具が使い物にならないときは目的に達成役に立つように改造して使うんだってことですね。ただその改造っていうのが学者はもう本当にね、魔改造って言いますかね。もうなんか、原型とどめないぐらい改造しちゃうんですよ。で、これが裁判所はむちゃくちゃ素直で、ほとんど条文に書いてる通りみたいなものが多くて、なんかいろんなこと学者言ってるけど、書いてる通りじゃんっていうのが多くて、良いんで、判例が一番簡単っていうのは多いですね、そういう意味ではね。うん。で、学者はただそれだと、頭がよく見えないからだと思うんだけど、ありえないような、こう、魔改造しちゃうんで、今、当時は真面目に勉強したんだけど、そうかって言ってね。今から考えると何じゃこれっていうのものがいっぱいあるんですよね。だからこれガイダンスに言いますけど、私民法の基本で全て捨てましたからいらないんで、ね、行政法だけですね。行政法は、あの、結構役に立つかな。学者の方もね。というのは学者が研究追いついてないんで、実務の内容をしっかり解説するものが多いんだよね。行政法はね。憲法とあとは刑法各論はちょっと基本しあっていいかなと思うんだけど、あとは全部捨てていいかなって気がしますね。はい。すみません。また暴言を吐いてしまったんですけど、なんでそうなっちゃうかっていうのがもう本当にあのね、学者の一人弱りになっちゃってるから、学者の書いた本はね。うん。まあ、ね。基本的には本当条文に書いてある通りで素直なものが多いです。判例の考え方っていうのはね。で、4行目に、ね、今5ページ目の真ん中ね、括弧に解釈の仕方を先例ってやってるんですけど、で、その4行目で法があってなきが落としで困るっていうふうなことで、理屈が必要っていうふうなことでね。
まあだから裁判所は書いてある通りっていうのが一番理屈として素直だから、これをよく使うんですよね。いや、条文の言葉通りでしょっていうようなことを裁判所よく言いますね。で、学者はそれだと、全然賢そう見えないんで、この理屈を、なんかわけがわからないことをいろいろ言われるんですけどね。うん。まあ、わけがわからないと失礼なんですけどね。まあ、皆さんに教えるっていう意味では、ちょっと教えたくないようなものがかなり、私も初期は一生懸命教えましたけどね。講師になって最初の1年目、2年目っていうのはね。でも全くいらないんで使わないんで、本当途中から教えるの放棄するようになったんですけどね。はい。まあ、とにかく、結論が妥当じゃないと国民が納得しないんで、まあ、昔はですから、裁判官もこの妥当な結論っていうふうなところを結構重視してたような気がしますね。最近は地裁とか高裁より最高裁の方が妥当結論をなんか重視してる気がします。これが昔の戦争終わって昭和30年、40年、50年ぐらいまでだと、地裁とかが方がなんかすごい人情味があって最高裁が冷たいっていうものが最近もし逆になってる感じがありますよね。まあなんでそうなってるかはいろいろ理由あるんですけど、ね。ちょっとそれ言い出すとそれだけで時間食っちゃうんですけど、まあ現在はまあ国民にアピールするっていうふうに、民主的になってるってことですね。最高裁がね。要するに最高裁はある意味政治化してるってことです。昔の最高裁はそれが超然主義だったんですよね、それが。そんなね、下々の言うことは聞く必要ないっていうの世界だったんですよ。それが今は、地裁高裁の判例が、裁判官がどうもちょっとそうやってなっちゃってる。下々言うもの、弁護士なんかの言うことを聞く必要ないと。まあもちろん実際は、高裁で破棄されて嫌だからなんですけど。ただ最高裁はそこで誰も破棄する人いないんで、ちょっとアピールしとかなきゃいけないからね、国民ね。だからちょっと国民に対して、こう、素敵、さすが最高裁っていう裁判をたまーにするんですね。たまーになんだけどね。すごいものは、新聞に載るから、すごい最高裁素敵と思うんですけど、新聞に載らないもの見てると、最高裁やっぱダメだと思った時もあるんですけど、ね。あんま言ってるとなんかちょっとね、そうね、まあ、あれだ、ちょっと本当に言い過ぎちゃってるんですけどね。で、その上であと、こういう言葉を知っておくと、判例を勉強するに役に立ちますよって言葉を説明しておきますね。分離解釈と目的論的解釈って言って、まあ、判例がよく使うのがこの、さっき言った、書いてある通りですって解釈を分離解釈っていうね。例えば、魚っていうような言葉は、普通は魚にはクジラ入れないと思うんですよ。なんか英語みたいな授業みたいになってますけどね。普通は魚にはクジラ入んない、イルカも入んないと思うんですけど、ね。だから、魚って言うとやっぱ魚類かなっていうのはどっちかっていうと分離解釈かなって気がするんですよね。うん。だけど、クジラも広く言うと入れていいんだとか、中にはね、いや、魚もね、クジラも、動物じゃないか。だから、犬も入れていいんだって言うと、目的論的解釈になってくるわけですね。わけはわかんないんだけど、そこまで来ると。だからさっき私が、学者がわけわからないことを言うっていうのは、それこそ、これってどう見ても、魚だけだよねっていうところに、これはクジラが入るんだってくるとか、もっとひどくて、猫が入るんだとか言い出すから、なんじゃそれって話になってくるんですけどね。で、その時に、いやいや、これは、命を大切しようっていうんだから、猫も大切でしょって言って、だから猫も入るんですよっていう考え方が、目的論的解釈っていうんですよね。なんか無茶苦茶な説明な気がしなくないんだけど、そんな雰囲気で捉えてもらえばいいです。この法律は命を守るためにあるんですとかね。まあ他にね、例えばうちの社長なんかが講師やった時によく使ってた例が、廊下を走んないでくださいっていう風なルールがあった時に、ね。じゃあ、そこで喧嘩していいのかっていうとやっぱダメなんじゃないかって話になってくるわけですね。それでやっぱり廊下っていうところは人が通行する場所から邪魔しちゃいけないんで、で、あと怪我した人を怪我させちゃいけないから、走っちゃいけないんだから、じゃあ喧嘩した場合も邪魔になったり、人に巻き込んですぎないからっていうふうに、これ目的論的解釈ですよね。それに対して、走っちゃいけないって書いてるだけなんだから、喧嘩していいっていうのは文字通り読むんだから、そういうのは分離解釈っていうんですよね。刑法は分離解釈とても大切です。やっぱり刑法はね、勝手にね、今言ったように猫をもういじめたのみんな処罰しまえってなると、ちょっとひどい、いろんなひどいことになるんで、ね、犬をいじめていけないですってしか書いてないのに、クジラ取っても魚取っても顔潰してもみんなね、刑務所入れられちゃ困っちゃうから、なるべく刑法はやっぱり、権力の乱用を防ぐっていう意味で、文字通り解釈しなきゃいけないことは多いですよね。民法はそこら辺はちょっと柔軟で、多少目的論的解釈許されるとかありますけど、学者が言うほどでもないかな、ここはね。で、反対解釈と類推解釈っていうのは、まあ、その正しい意味はまたやっていくんだけども、分離解釈とこの反対解釈ってセットになることがちょっと多いかなって気がしますね。
というのは、例えば猫をいじめちゃいけないって法律があった場合に、ね、分離解釈だったら文字通り猫だけだと思うんですよ。となるとどうなるかっていうと、これ反対解釈は反対結論を取る。書いてないものは反対結論を取るって意味なんです。書いてないものは反対結論を取るって意味なんです。重要なの2回言いました。ね。だから、猫をいじめてはいけないってしか書いてなければ、犬はいじめていいってなるのが反対結論になるから反対解釈なんですね。類推解釈はその逆です。似たものは同じ結論するの。ね。だから猫をいじめちゃいけないときに4本足で可愛いから、犬もいじめちゃいけないっていうのは類推解釈ですよね。まして、この類推がひどくなってくると生き物だから魚もいじめていけないになるわけですね。猫をいじめいけないって法律からね。目的類解釈が広がって広がって広がっていくと類推、ね。これがもう類推がひどくなっていくと。ひどければひどいほどわけわからなくなってくるっていうね。で、反対解釈は、そういう意味では不明確にはならないです。ね。だけど、その、釈子容疑な、やっぱり結論にはなりますよね。本当それいいのかってなるわけね。はい。あと、拡張解釈と縮小解釈っていうふうなのもあって、これは、言葉の意味を持つ中で、広い意味に取るか、広い意味に取るか、狭い意味に取るかってことなんですよね。例えば、魚っていう場合に、ギリギリクジラを裂かれていいかなって言うと、で、その時にクジラを裂かれちゃうっていうのは拡張解釈っていうんですよね。クジラを裂かれちゃうっていうのは類推っていうより拡張って感じですよね。一応そういう用法もないわけじゃないんで、海の馬みんな魚っていう、タコもイカもね、貝もね、魚介類とか言ってね、ちょっとギリギリ拡張かなって気がしますね。だけど、クジラをいじめいけないときに猫をいじめいけないになると完全類推になりません。全然違うから、さすがにそれは。っていう感覚ですよね。縮小っていうのは、あえて、例えば、そうですね、難しい。これはちょっと具体でパッと思いつかないんですけどね。そのうちでいきますけど、絶対ね。あえて狭い意味に取っちゃうっていうのは縮小解釈っていうんですけどね。あった。障害罪の人ですね。人の身体を障害したものはっていう人には自分は入らないんですよ。でも皆さん自分って人でしょ？人じゃありませんと言ってないよね、この中に、ね。いたらちょっと、出して逃げなきゃいけないんで、ね。というふうなことで、人っていうふうなのは、人を障害したものは、障害者になっちゃうはずなんだけど、自傷行為は障害者にならないんで、これ一種の縮小解釈ですよね。あった。いっぱい、刑法でだから多いです。刑法はね、抑制的に解釈するんですよ。なるべく分離解釈だし、そうじゃなかったら縮小解釈なんですよね。なんでかっていう、これを広げちゃうと、本当に、女も子供もみんな牢屋へぶち込めとかなりかねないから、国がそういうことやっちゃいけないからですよね。国家刑罰権って本当に怖いですから、ね。税務署と警官が怖いっていうね。最近は民主的になってるから、あんまり警官怖くないけど、ね。うん。税務署はどうなのか、ちょっと私はね、そうね、税務署に睨まれほど金儲けしないんでわかんないんですけどね。まあ、ある程度金儲けしたらちょっと怖さはわかるかもしれないですけどね。はい。まあ、ちょっとこういうふうにして、うまく妥当な結論が出るように、または説得力が出るように、こういうものを組み合わせていくんだよね。分離解釈や反対解釈はどっちかというと説得力を出すために使う感じですよね。それに対して、それじゃおかしいでしょ。結論、そんな国民が納得しないよっていう時に、これ目的論的解釈を類推解釈したり、拡張解釈を縮小解釈を使いこなしていくって感じですよね。まあ、これは判例の説明するときに、こう用語を使って説明しますんで、ちょっと知っといてほしいなっていうふうな話ですよね。で、まあ、判例とは何かみたいな話はもうここに、書いてある通りと、ね、いうふうなことに、ね、なってきますよね。法に不備がある場合どうやって解決したのかの先例ってことで、まあ、で、学説っていうのは、その法が不備がある場合どう解決すべきかってことを学者は考えてくれてるっていうようなものを言いますということですね。で、事件処理や判例に則って行うのは原則ってありますが、実際はこれは実務ではほぼ 100% ですね、これは。99.999% で言うべきなのかもしれませんけど、まあ、その禁じ、ね、もう、死者誤入して 100% ってことで、判例を使わないで、事件処理するなんてことは、まあ、一生のうち合うかな、あらな、な、あるかないかぐらいでしょうね。まあ、正直私、事件処理の数としては、やっぱり一般の弁護士に比べると少ないから、ね、それでもね、変な難しい事件ばっかりやってますんで、むちゃくちゃ判例調べてするんですけど、ね。まあ、それでもやっぱり判例以外でやるってことは考えられない。それも負けを認めるの同然かなって気がしますね。もう間違いなく独自の見解左右できないって言われちゃうから、判例じゃないもの言ってもね。うん。裁判官もさ、判例じゃないことを認めるってめちゃくちゃ勇気がいるんですよ。なんで、高裁で破棄される可能性が高いんで、そんなこと言ってもね。
裁判官が、上の上司の裁判官に独自の見解で採用できないと言われちゃったら大変なことになるからさ、君はまだまだ分かってないんだって言われて出世できなくなっちゃうから、判例に乗っ取らないで裁判するなんてことができるのは最高裁だけですよね。最高裁は誰も破棄しないんで、もうやりたい放題でいいんだけどね、彼らは。いいなって思いますよ、最高裁。誰も文句言えないんで、最高裁ですよね。国民がわーわーって言って文句言うしかできない。おかしいな、おかしいっていうだけでね、直せない出ちゃうとね、っていう話ですよね。まあ、最後の方で、判例はまさに条文の足りないところを補うものですね。で、これないと事件処理できないんで、判例もしっかり勉強しましょうと。実務では、判例どころか条文だけ処理できるってことも少なくないんだけど、まあ、判例は結構使いますね。はい。で、これが実務でもよく使うし、実務で条文そのものを使うことの方が多いんですが、判例もまあ使うんで、で、かつ試験ではやっぱり条文と判例が同じぐらい出るし、出るので、やっぱりそれはしっかり勉強しましょうねっていうことです。で、勉強方向性はより難しい学説を勉強するんじゃなくて、判例と条文をしっかり意味を理解して、それ自体に習熟して使いこなせるようにならなきゃいけない。使いこなせるっていうのは論文式試験の一見これどうやって解くんだと。数学なんかの問題なんか、皆さん、で、やったことある人いる。で、答えとか見ると、ここで何とかの公式を用いて、なんでこの公式使って思いつくんだとかあるんですけど、ね。なんでここでこんな風なこと思いつくんだっていうのは、まあ、最近ね、数学の勉強ちょっとしてて、あ、これはもう思いつかなきゃいけないんだなってこと、最近分かってきたんですけど、ね。どうやって思いつくのに、もう思いついちゃうのが仕方がないってことでしかないっていうことが最近分かってきたんですけど、素直にね。実際私もね、事件処理したり、あと町長とか仕事してるときに、もう説、なんで思いついたんですかっていうと説明できない。だけどこうやってやるとうまくいくよね。だからこうやってやろうねっていうことすごくいっぱいあったんでね。まあ、そういうふうな、なんていうんですかね。そういう、ただ、なぜそこで条文を使うのか、なぜその判例使うのかっていうのは、一見わかりにくいものが出るんだよね。実際の司法試験ではね。数学で、なぜそこでその公式を使う？確かに使うって思いつけば解けるけど、みたいな。使うべき条文とか使うべき判例が思いつきにくいっていうのが出るんですよ。私が見ると、別に難しくもなんともないんだけど、受験生が見ると、やっぱ思いつかないよねっていうね。私受験生がやったら確かに分かんなかったよなっていうのが出ますもんね。今から見るとなんでこんな分かんなかったんだって思うんですけど、やっぱり実務とか、さらに言うと町長の仕事がずっと大変だったからね、司法試験の問題よりね。むちゃくちゃいっぱいもう見たことない、こんなどうやって処理するんだよっていうのを、まあ調べて、こっからこうやってやるんだよねっていう風なね、裏技いっぱい考えたもんね、もんね。はい。最後、司法試験と法の解釈、これ次のページ、6ページ目なんですけど、これはもうこれまでお話してきた通りで、問題解くのに、ね、まず条文を書いて、請求書いて、条文書いて、みたいな話をしたけど、本当は条文書いて、あ、要件事実ありますね、ありませんね、だけで事件解決できるんだったら、そんなもん誰だって問題解けてみんな満点取っちゃうから、難しくするために判例とか使わなきゃいけないし、しかもその判例や条文何使えばいいのか一見わかんないものが論文式試験では出るんですよっていうふうなことですね。あともう一個論文は結論が前ものが出ますね。で結論がはっきりしていると、それに合わせて論理組み立てるだけなんで、そんな難しくならないんですよ。難しい問題作るための結論を迷うっていうふうなものを出すのもポイントなんですよね。まあ、私たちから実務から見ると、こんな結論決まってるよねって思うもんでも、でもこれ一般の人はこれ迷うよねっていうところを特に広報系で出してきますね。まあ、民法とか司法系でもそこらへんうまくついてくるときあるんですけど、まあ、とにかく結論に迷う。条文とか判例とか何を使えばいいのかが一見してわからないっていうね。数学の応用問題と本当に似てるの、そういう意味でね。どの公式使うの？確か予備校の先生って、ね、基本的な問題組み合わせすぎないって言ってるんだけど、本当はすぎないとかじゃなくて、基本的な問題組み合わせ難しいんだっていうのが正しい。私はそれで大学受験の時も困ったし、司法試験の受験の時も困ったんで、ね、っていう話ですよね。はい。ですね。大体もう本当に説明しないことがもう最後になってきました。この民事訴訟っていうのを話したらもう本当に説明しないけね。本当はここら辺も後でいいのかなっていう気もするんだけど、で、だいぶ説明しちゃったら民事訴訟のこともね、被ってくること思うんだけど、まあこれやって、時間余ったら他のことをやりましょうぐらいでおしまいしようかなと思っています。はい。
法学の勉強の順番っていうのはどうやってやればいいんですかってよく聞かれるんですけど、好きなものから、やればいいですって答えになっています。どうせ全体を何回も勉強しなきゃいけないんで、順番、どうせ、最初だけだから順番を気にしなきゃいけないのは。よくわかんないままどんどん進んでって、何遍も全体やればいいんですよってことなんですね。しかし、それでもあえて、まあ順番を決めるとすると、やっぱり民法から勉強するのが一番わかりやすいかなと思うので、まあ私も含めて、レックの講師はみんな民法から講義しますよね。どうなんですかね、某伊藤塾とか、某になってないんですけど、憲法が今でもやってるんですかね。あれ、レックが最初憲法でやってたから、伊藤先生、レックの先生だったんで、憲法からやってるんですよね。私も伊藤先生講義聞いてたもんね。うん。はっきり言うと、先生の講義だ、やめとこう、ちょっと悪口言うだけで、素晴らしい先生だと思うんですけどね。私見て下品じゃないですからね。はい。で、まあ、ただ、憲法から勉強すると一番わかりにくいんですっていうことが途中でわかってきたんで、というのは、結局、憲法って、刑法の知識を民法の知識も、民事訴訟の知識も、刑事訴訟の知識も全部使うんですよね。だから、全部は、憲法だけ勉強して、わかんないこといっぱいできちゃうんですよ。本当に民法が一番、まあ、他の法の、基本、まさに基本法だから、他の法の知識あんまいらないんですよね。まあ、上位法って意味では多少憲法を知識やった方がいいかなーって気もするなくはないんだけど、ほとんど関係ないんで、憲法29条で財産権保障されてるから、じゃあちゃんと訴訟法でも財産権保障する、きっちり財産権保障するにしましょうね、ぐらいの。あと民法でも、民法そうか、ね、ぐらいのことで、そんなに憲法知らないで困るってないよね。大体民法も先にできてんだから、ね、改正されたといえね。だから論理的に憲法わかんないと民法わかんないってありえないんですよ。たまたまできた憲法と矛盾しなかったから民法財産法は改正があんまりなかったんだけどね。戦後ね。家族法はもう新憲法矛盾しまくってなんでバンバン変えなきゃいけなかったんだけどね。そうしたら全部無効になっちゃうからね。だから民法はまあそういう構造、特に財産法が試験出る中心で、講義も財産法がほとんどだから、9割以上そうだから、憲法と矛盾しない、憲法先にできたもんだから、憲法知らなくても民法わかります。ただ唯一、民法を知っておくのに、やっぱり民事訴訟はちょっと知っておいていいよねと思ってます。というのは、この講義で何遍も言っている通り、民法は、裁判官が裁判するための法だって言ったでしょ？うん。だから民事訴訟と民法と合わさって初めて実は裁判で役に立つっていうところがあって、民事訴訟を意識した条文がいっぱいあるんですよ、民法に。例えば、本文正し書きっていうのを講義でお話しましたが、あれ自体裁判するためのルールなんでね、あの構造自体がね。ね、本文の無効だって主張するんだったら、本文の要件事実立証してくださいね。正し書きいりませんよっていう風にして使うの、裁判でね。だから民事訴訟法と民法は確かに、切っても切れない関係あるんですよね。まあ、かといって民訴訟をそんなに知らなくても民法わかるんですけど、でもちょっと知っといてはいいかなと思うんで、ここで1ページだけまとめといたっていうふうなことですよね。ただもう、で、そのうち、ほんと知っといてほしいのはこれだけです。次の8ページ目。証拠調べをして事実の証明っていうのが半括弧に書いてありますよね。これだけですね。これまでの講義でも何遍もお話したんだけども、事実があれば権利が発生する。ないし義務があるなんていうふうに判断するんだったよね。返還合意、お金返しますっていうふうなね。受け取ったけど返しますっていうね。返す約束なかったらもらったんだって話になっちゃうからね。だから返す約束と受け取りましたってことを示すって話をしたでしょ。で、あれは、まあ、これまでもお話した通りで、その通りですっていうと、二人が意見一致すると、もうそれでそのまま裁判所は採用します。ね。あ、それもちょっと次の、すぐ上の前の7ページ戻ると、実は7ページの半括弧さんの太字で弁論主義って書いてあるんですけど、半括弧さんの中頃二つ目、弁論主義って書いてあるんだけど、これの結果です。ちなみにさっき言った、当事者間で、ね、私お金渡しました。はい、受け取りましたっていうと、一致するとそのまま証拠なしで裁判官が全部取って採用しちゃうっていうね。これ弁論主義の結果っていうルールの結果だと言われています。当事者が主導、事実の主張は当事者に任せると。裁判所は関与しませんっていうルールなの、弁論主義。当事者に任せますよっていうね。これ弁論主義って言うんですけどね。あと、ついでに、訴訟もいきなり知らないうちに勝手に訴訟始まったりしませんって話を今日の講義最初に言いましたよね。で、あれを処分権主義って言うんですけど、例えばね。
まあ、不当人渡航ぐらいやっといてもいいよね、そういう意味でね。処分権主義っていうのは、裁判所勝手に裁判始めないと。当事者がこの事件について、この範囲で裁判してくださいって言われたことしかやりませんっていうね。まあ、その結果、裁判所が言われたことしないんで楽できるってことなんですよね。弁論主義も同じです。原告が、わーわーって言って、被告がその通りですって言うと、裁判所はそれ以上何もしなくてよくなるんで、裁判所は楽できるんですよね。そのために弁論主義あるわっていうは言わないんだけど、実際そういうふうに機能してますよね、これね。とにかく当事者間で争いがなければ、当事者の主張した事実、当事者しか事実主張できないんで、裁判所が勝手に他の、いや違うでしょって言って事実持ってこれないんで、勝手に裁判も起こせません。勝手にどっかが事実持ってこれませんっていうふうになってるんですね、裁判ではね。これが処分権主義、弁論主義って言います。これまでね、ちょっと言ってきたことが民事訴訟法に根拠あるんで、一応ちょっと説明してみました。で、なんで全部当事者に任せるのかっていうと、自由が原則だから、それを私的自治って言うんですけどね、また民法でこれやります。当事者の自由と責任任せるってなってるんですよ。自由と責任任せるって一見美しい言葉なんだけど、もうこれはもう間違い何遍も言う通り、裁判所を楽するためにしか働いてない気がします。当事者としては、なんで俺は負けたんだなんて話になってくるんで、裁判所がすると自己責任です。話になるんですけどね。うん。まあ、とにかく自由、あんたらの自由ですよと。裁判所は一切口出しませんよと。下手に口出しすると、偏った裁判だと思えちゃいけないから、口出しませんよってことなんですよね。それが結果、弁論主義と処分権主義っていう話になってくる。当事者が言ってくれない限り、こっち裁判所から権利救済しようねっていうふうにいきなり御用聞きみたいに来ないと。で、弁論主義で当事者が主張した事実しか裁判所採用しませんと。言語で違うこと言ってくれたらどっちでも採用できるから、だから裁判所は、否定すればちゃんと真実に沿ったこと言うんだよね。でも一致しちゃうと、もう当事者がそれしか言ってないんで、それしか取れなくなっちゃう。採用できなくなっちゃうんだよね。これが弁論主義っていうもののちょっと難しいんだけど、当事者の間で意見一致しちゃうと、不利なこと認めちゃう、全部取られちゃうっていうのは、そういう弁論主義があって、全部自己責任任されてて、裁判所は事実をどこか持ってこないからっていうルールになってるからです。まあ中にはね、確かに俺が言ってもないもん、なんで勝手にどっか持ってきたんだよっていう人いるかもしれませんから、裁判所苦労してどっかから事実を持ってきてって、良かれと思ってやってんのに言いがかりつけられたら大変だからやらないんだよね。そういうどっかが事実を持ってきて、本当はこんな事実あるでしょ、本当はあなた金借りてるよねと言ってくれないんだよね。で、そこでうまく裁判で主張立証できなかったらお前のせいだっていうことで、裁判官分かっててもそれに基づいた本当の真実に沿った判決は書いてくれませんからね。だから自己責任なんですよ。で、その自己責任っていうようなものが、で、繋がってくるのが次の、ほんと説明したようやっと戻りますけど、この、証明責任っていうようなやつなんですよね。証拠調べ、事実の証明ってことで、当事者間に、ね、金は渡しました、いや、もらってませんとか、返還はありました、いや、ありませんってことで、意見が違うと、ここで初めて、何が本当なのかはっきりするから、証拠が出てくるんですよね。ところが、証拠が出てきても、わからないことが多いです。うん、まあ、ちょっと、まあ、守秘義務に反しないと思うんで、ちょっと喋ると、うん、例えば、遺言とかもね、だから、その、遺言の中身に不利な遺言を書かれたっていう人は、こんなもん親父こんな言うわけないって、目をこう、つり上げて言うんですよ、本当にね。そんなことは彼言ってないんだって言ってもね。そういうことを、まあ、で、それ本当なのかもしれないんだけど、わかんないよね、第三者が見たらね。っていう風な話になってくる。世の中には何が言いたいかっていうと、真偽不明なことってめちゃくちゃいっぱいあるんですよね。悪いことやってもほとんど捕まりませんっていうのは、結局、その、やったかやんないかが真偽不明っていう風なことが多いからなんですよね。で、その真偽不明の時にどうするんですかっていうのが、まあ、刑事法の世界は今答え言っちゃったけど、無罪になっちゃうんだよね。刑事法の世界では。で、民事法の世界で、今言ってるのはそうじゃなくて、民事訴訟とは民法の世界なんですけど、じゃあ民法は民事訴訟の世界で、真偽不明だったらどうなるのかっていうと、そこは刑事法と違って、刑事法は真偽不明だったら全部国の負けです。常に国の負けです。ね。まあ、ちょっと例外も一部あるんだけど、まあ、大体それが原則ですね。で、民事の世界は、真偽不明の場合には、こういう場合は原告の負け、こういう場合は被告の負けっていう話になってくるんですよね。そのあたりを、この事実が真偽不明の場合には原告負け、この事実が真偽不明の場合は被告負けっていうふうな
ようにして、公平に、今言ったみたいに、物事が真偽不明なときに、判決書けないから、真偽不明のままではね。無理やりでも判決書くために、今言ったみたいに、もう勝ち負けを、こういうときは原告負け、こういうとき被告負けって決まってるんですね。で、その負けっていうふうなことを責任って言いますね。太字で証明責任、立証責任っていうのが、今、これは、8ページ目ですね。今8ページ目もやってるんだけど、この8ページ目半括弧の1、2、3、4、5、6、7行目ですよね。証明責任、立証責任っていうのが、真偽不明だ、立証できなかった時に負けっていうふうな負担を負うことをこうやって言います。民法だと立証責任と言って、民事訴訟法だと証明責任と言いますが、同じ意味ですね、これはね。なんで民法と民事訴訟で違う表現使うか知らないんですけど、同じことです、これ。とにかく今言ったみたいに、ね。そういう配分になっています。で、この配分、じゃあ原告が負けなのか被告負けなのか何見ればわかるかっていうと、実はさっきの本文正し書きっていうのはそれなんですよね。はい。つまり、もうじゃあ1ページ目戻りましょうか、せっかくだから。本文正し書き言ってても何なんで、1ページ目の法学入門の入門ってやつですよね。そうですよね。うん。でこの民法93条っていうのは、まあ、心理療法っていう風なやつなんですけど、ちょっと難しいな、これ。もっとわかりやすいのにせよかったんですけども。まあ、とにかく、言葉の最後だけ見よう。効力を妨げられないって、こんなこと言わない。有効だって言えばいいんじゃないかなと思うんだけど、こんなことでしょ？効力妨げられない。要するに有効だってことだよね、これね。心にもない契約しても有効だよって書いてあるんですけど、これね。なんか心にもないことを言うとさ、どうなるのかっていうのが、まあ、一応民法原則やって無効なんだけど、本当はね。うん。だけど、まあ、一応有効だって書いてあるんだよね、ここではね。で、本文は有効だって書いてあって、正し書きは無効だって書いてあるでしょ？で裁判でやってどうするのかっていうと、この文末見るのね。で、有効だって言いたいのは大抵原告ですよ。契約有効しないと金返してもらえないから、有効しないと権利義務発生しないからね。だから原告は本文に書いてある、この真意でないことを知ってしたというふうに場合な、そうか。本文は、この場合は、もう正し書きを使うな。本文はね、ちょっと、これちょっとそういう使いはしないです。ごめんなさい。正し書きだけを使います。そうだね。金払いたくないって被告が使うんですね。被告が金払いたくないって言って無効だっていうふうな時に、正し書きだけを使うっていうふうな感じですよね。はい。本文はちょっとこれ難しい条文とか挙げちゃったな。本文ってこれさ、真意であろうがなかろう有効だって書いてあるんで、裁判であんま使われようがないんですよ。どっちが有効だって話だから、これね。これちょっとそれ、ちょっとすごい特殊な条文なんで、ちょっとこれ来年からテキストこれ条文変えようかなと思ってるんですけど、今ね。本文と正し書きをね、こういうふうに1ページ目戻って説明したのが、6年前までやってなかったんで、ね。ちょっと本文はちょっと普通を使わないという珍しい語順ですね、これ。普通はその有効でこと主張する人が本文使うんだけど、これ、とにかく有効っていう条文だから、普通使わないですね。正し書きしか使わないですね、これはね。まあ、ただ、とにかく、俺は金返したくない。無効だっていう時には、これは心理留保だし、心理留保って言っちゃわかんない。これは心にもないことを言っただけだと。ね。冗談で言ったんだっていうね。そうだな、例えば、私が、新しいゴルフクラブを買ったと。で、新しいゴルフクラブを買ったのを、友達のいるところで、おお、君いいクラブ買ったねっていうふうに喋ってたら、いきなり奥さんが現れてね。それで、あ、やばい、ちょっと無駄遣いしたらバレちゃった、どうしようっていうような時に、これはね、彼にプレゼントするの買ったんだよとかね。それでプレゼントをするっていうのが心にもない意思表示でしょ？これね。そんな感じなんですよ、これはね。はい。で、それで友達が、お前くれるって言ったじゃねえかっていう時に、今言ってみたら、いや、あれ、心理療法だからって使うんですね。心にもないからって言ってね。いや、俺が使いたい。この前になんでこんな開けなきゃいけないの？この高いも上げるわけないじゃないかって言ってね。まあ、その前にうちの奥さんが、ね、多分上げるっていうのはもう怒られるんじゃないかと思うんだけど、なんでその上げるんだって怒られるんじゃないかな気がするんだけど、まあ、ギリ自分で買ったっていうよりは人にあげるって言った方が許されるかなっていうので、そういう事例を挙げてみたんですけどね。うん。確か行政書士のね、足に出てくるんだよね、そういうのはね。いきなり、こうなんか、自分で買ったのバレちゃいけないから、これプレゼントのために買ったんだっていうか、行政書士の足に出てくるの、心理療法の。うまい足だなと思って、いつも具体で使ってるんだけど、これね。あんまり突拍子もない具体で挙げても仕方がないんで、なるべく試験に出てくるものも、中心にしたい気もするんだけど、ないしは皆さん心に刺さるものっていうことでね。とにかく、条文見てさ、
どっちが負けるのかっていうのは、条文見て無効だって書いてる場合は、その無効だっていうふうな部分に対応する要件事実の、その無効だって主張するものがその要件事実を立証しないことになりますね。で、立証失敗すると負けます、それだけで。本当は真偽不明っていう場合は、分からないって書かなきゃいけないのよ、判決に。審理しましたけど分かりませんでしたが、本当は論理的に正しいんだよ。ね、これね、ちょっと皆さん、分かりにくい人多いんだけど、昔ね、その、私ね、結構テレビ UFO とかね、宇宙人とか結構昔好きだったんですよ。最近はちょっとその暇がないんだけど、すごい好きだった時があって、学研とかの雑誌の影響を受けてるからだと思うんですけどね。それでね、テレビ出てくるね、なんか、早稲田大学かどっかの、学者だと称する人間がね、これは証明ができないからないんですとか言って、いやいや、証明できないんだったら、どっち真偽不明でしょっていうのが正しいんですよね。つまり、ないってことを証明できなければ、あるともないとも言えないが正解なんだよね。これを、証明できないんだとかいうふうな人がいたんですよ。本当にこの人できるのかっていうね、思った人がいたんですけど、だからこれは、実は今言った、なんて言うんですかね、訴訟の世界も同じで、返還合意あるともないともわからないっていう場合は、これは原告の請求が成り立つか成り立たないかわかりません。権利も義務の発生わかりませんが正しいの。ただわかりませんって言っちゃうと、そのままもう事件が解決しないで終わっちゃうから、じゃあどうするのかっていうと、当然返還合意とか、だから、は、その、金返せっていう請求する側が立証するんですよ。まあ、なんで当選なのかって条文にそう書いてるからなんですけど、ちょっと条文戻りましょうか。何ページ目だっけ、あれね。あった。2ページ目だ。2ページ目。消費対策の条文は、その効力を生ずるっていう条件として返還合意が書いてあるでしょ。もう一個物を渡すことも書いてあるけどね。だから、効力を生ずるって言いたいのは金返せっていう方に決まってますから、そうじゃないと、効力生じないと、その返還請求権発生しないってことだからね。だから返還合意は、効力を生ずることを主張する、金返せっていう債権者の側、貸主の側が立証するんですよね。で、もし返還合意立証できないと、もう裁判所は、ああ、これあるかないかわかんないか負けですねっていうふうになっちゃうんだよね。このように、民事訴訟法じゃなくて、ごめんなさい、民法の条文は、まさに今言ったような、原告でこのどっちが立証しちゃいけないかっていうようなことも書いてあるんですよね。私昔はね、不思議思ってたんだけど、その裁判官が裁判するための法律なんだよっていうことを途中で気がついて、あ、だったら、今言ったような立証責任も書いてるのは当たり前だよね、と。ね。むっちゃくちゃプロっぽいなと思ったんですよ。裁判官が知ってればいいだけのことがなんで民法を書いてるのかなと思ったら、もともと民法はそういう法律だったってことを知らなかったのね。つまり、私昔は誤解してて刑法と同じで、一般人も知ってるべき法律だと思ってたの、私民法のこと。なんかそんな気しますよね、なんかね、民法って。ね、書いてること普通は勉強しないけど、知ってた方がいいのかなって思っちゃうじゃないですか。もともとそういうふうに作られてないんです、民法はね。だから、今言ったプロっぽい、裁判の時しか意味がないようなこともしっかり書いてあるのね。もともとそれはもう繰り返しないと裁判官が使うことしか想定しないからです。ただ最近はやっぱり一般の人の感覚に合わせて、まあ、ね、ちょっともっとユーザーフレンドリーって国民優しい法律しようねって言って、裁判官にとって当たり前すぎることも条文化されたって話はもう繰り返し3回目ぐらい言ってることであるんだけどねってことだよね。今日はもうこれぐらい喋ればもう十分かなっていうところまでこれで終わりましたね。まあ一応民事訴訟をね、ちょっと順番ぐちゃぐちゃで説明したから、レジュメに沿ってもね、順番一応ざっと見ようか。7ページ目戻りますね。X、Y にお金を貸しましたが、ね、Y がお金返してくれませんと。司法研修上のね、こう、教科書は、大体権利者が X、被告だと主張されるものが Y だっていうふうになるんで、それ合わせて書いてあるんですけどね、これね。大体 XY で、刑事系はこう打つとか言ってるんですけどね。で、これ司法試験の問題が予備試験の問題もそうだことが多いですよね。刑事系だとこう打つっていう名前で、民事系の問題と XY ってことが多い気がします。会社だと P とか Q とか出るんだけど、ね。うん。まあ、そんな、ちなみにこれは決まってるわけではなくて、なぜかそれが多いっていうだけのことなんですけど、まあ、知っとくと便利かもしれないですよね。うん、司法研修所に私行った時に、なんでこれ X、原告が当然、原告で書かないで、みんな X って言って、抗議が進んでいくんですよね。これなんで X が原告でわかるんですかって言っちゃったもんね。司法研修所に初めて抗議で。私ぼっちだったから、周りの人はそんな当然なんだけど、私知らなかったんで、かなり恥ずかしかったですね。というわけで、私と同じ恥ずかしい目に遭わないように、皆さんに今から英才教育をします。
ということで、X は原告っていうふうになぜか司法研修になってるっていうね、話なんですよね。民事系の科目でね、民事訴訟、民法、ね、世界でね。まあ、司法修習行くまでは絶対とは言わないけど、でもほとんどこうなってますよね。司法研修所はそうだからね。で、裁判所は X の訴状を調べて、訴状に絶対書かなきゃいけないことが民事訴訟法と民事訴訟規則に書いてるから、それが全部書いてるかどうかをチェックします。まあ、わかりやすいのは、書いてある書いてない以前に、そうだな。まあ、いや、一番わかりやすいのはやっぱり請求とかですよね。つまり、そもそも何を求めてるのか書いてなかったら、裁判しようがないじゃないですか。ね。うん。金が返してほしいとか、それを書いてないと、何を裁判すればいいかわからないんで、うん。結局、あなた何が求めてるの？何してほしいの？っていうね。これでもね、一般の人はね、わかんないんですよね。だから私のところに法律相談来る人って、必ず時系列順に、初めから身の上話を始めちゃうんだよね。気持ちわかる。わかるんだけど、ほとんどどうでもいいことなんですよ。ちょっと皆さん、私の依頼人に言わないでくださいね、これね。ひどい人間だとわかっちゃうから、私がね。うん、でもこっちとしては実は何をしたいのかって分かれば、それに沿って話が聞けるんですよね。あ、これは関係ないな、これは関係あるなっていうね。あるかないか分かんないのに意味も分かんなくて、だらだずっと聞いてるってかなり苦痛なんで。だから最初に、まずお金を払ってほしいの？離婚したいのかな？とかで、まず何を誰に求めてるのか教えてねって言うんです。裁判所の発想です。ちなみにこれはね。だから訴状に絶対書かなきゃいけないと民事訴訟に書いてあるのは、誰に何を請求するか書いてねって書いてあるんですね。あと、それだけでは裁判まだできない。裁判官は何しか見てないって言いました。要件事実しか見てないって言ったよね。貸金返還請求だったら返還合意があるかどうかと、まあ、期限が決まってる場合は期限が来ないと返還請求が発生しないんで、それがちょっと付け加わってくるんだけど、あとは、金銭などものをちゃんと渡しかどうかっていうふうな、そういう事実があるかどうかを、裁判所はそれしか見ないんで、最低限絶対それを書いてねっていうふうなことになってますね。で、そういうことを調べて書いてなければ直してくださいって言われるの。我々弁護士がね。で、それはもう言うこと聞いた方がいい。突っ張ってもあんまいいことないんで、向こう言うこと、こっちの言うことまず聞いてくれないから、言われた通りに全部やります。ね。まあ、もちろんこういう誤植がありますとか、そういうのも教えてくれるんで、そういうのもまあ、あんまりひどいものは直します。ひどくないものは、まあ、裁判所も言わないんで、そのままにしますけどね。で、必要なこと全部書いてますねってなったら、そこで裁判所から被告に対して、特別送達って言って、プラス1000円の高い郵便料金を足して送ってくれます。それが来ちゃうと、相手方びっくりするわけですけど、裁判所が何か来たって言ってね。で、最初は何が来たんだろうっていうふうなことで、やっぱ受け取りに行く人が多いですよね。だから難しいんですよね。あんまり民意交渉を詰めてると、いきなり裁判所が来た時に、あ、これ弁護士言ってきたことだなっていうふうに察知されちゃうと受け取ってくれないかもしれないんで、でそれ受け取ってくれるとめちゃくちゃめんどくさいんで、そこら辺のさじ加減が難しいんですね。あんまり民意交渉してないでいきなり訴え起こしたらいいのかなとかね。でも、それで時間かかるのは明らかだから、ちょっと依頼者のこと思うと早くちょっと訴えにしないで事件した方がいいかなってさじ加減結構難しいんですけどね。とにかく、まずは裁判所からそうやって郵便で送られてくる。プラス1000円の特別送達で来る。特別送達ってのは、多分裁判所には使わないんじゃないかなと思うんですけどね。すいません。ちょっとこれは、ね。まあ、そういうもので来て、で、その特別送達に一緒に呼び出しを、期日呼び出しよっていうのが入ってて、そこに原告と裁判所で相談して決めた、この日に第1回がありますから来てくださいって書いてるんですよね。でちなみに、それ都合つかないとどうするかっていうのは、ちゃんと民訴訟のルールがあって、ちゃんと初回は行かなくていいようになってますんで、それはまた民訴訟でお話します。ね。で、裁判所はね、必ず裁判してくれって言ったけど、ただ法律で決まった、手続きは踏まなきゃいけないって話をしたんだけど、それを訴訟要件と言いますね。訴状に必ず書かなきゃいけないことはちゃんと全部書いてあって、適法な訴え提起があることとか、あとその他訴訟要件っていうものが、これ揃ってないと、よく門前払い判決ってことを、ニュースとかで聞くことありますが、あれは、例えば金返してくれっていうふうなことを、について、金を返すべきだ、返すべきでない、何も判断しないんで、これは、訴えを却下するで終わっちゃうっていうね、何も判断しないで却下で終わっちゃうっていうのを訴訟、判決っていうんだけど、その訴訟要件かけてる、いきなり却下しちゃう、何も判断しないで却下しちゃうっていうのを、訴訟判決と言って、ね。
その何も判断しないっていう場合を、この訴訟要件かけるとか言いますね。これちょっと難しいんでもいいです。これちょっとすみません。失敗した。これは民法勉強するのに必ずしも必要ないんでね。はい。まあ、ただ、まあ、ニュースを読むのには知っとくといいかな。ね。原告が水鳥とかね。みんな何言ってるか分かんないと思うんだけど、自然環境を守るために、この湖の自然環境を守るときに、人が誰も住んであったりすると、そこに生息している魚とか水鳥を守りたいんだって言って訴え起こす人いるんですね。もちろんそれは、当然却下制で分かってやってるんだと思うんですけど、うん。まあ、要するにそれでマスコミが取り上げてくれたら話題になって、盛り上がって、で、裁判所が却下したら裁判所詰めてってことはわーわーって言えばいいんで、で、内容はこんな風な内容で私たちは、環境を維持したいんですって言えばさ、マスコミ取り上げてくれたら、それはそれで目的達成できるから、そういう風なことやるんだよね。うん。東京の国立でもね、そういうね、なんかマンション、国立マンション訴訟っていうのがあってね、それも本当は自然保護したかったんだけど、自然保護っていう風なことでは、タヌキを守れってことではなかなか訴訟にならないんで、このマンションがちょっと、高すぎるからっていう風なね、高すぎるがもっと低くしろみたいな、そういう裁判が起きたこともあるんですけどね。まあ、こっちは本気で裁判にしたかったんで、タヌキを言語しなかったわけですけど、本当はタヌキ守りたくて、裁判やったんだけど、ね。それだと却下されちゃうからっていうね。だからこのマンションはちょっと日照とかそういう意味で高すぎますとか、景観悪くするか、景観悪くなるから高すぎるとか、そういう裁判やって、それで、なんと原告勝っちゃって、ね、マンションを低くしろっていう判決で出ちゃったっていうね。こんなんできるわけないだろうって気がするんだけど、うん、全部壊して立て直せないんじゃないかって話になってくるんでね。まあ、その話はまた、行政法で話するかもしれない、これはね。しない可能性が高いんですけど、その判決で出た内容も条文化されちゃったんで、もう判決を勉強する意味がないんで、条文化されちゃったからね。うん。まあ、とにかく、それに水鳥だと、最低限人じゃないと訴え起こせないんで、当たり前ですよね。ね。最低限人じゃないとダメです。まあ、逆に人であれば、法人でも赤ちゃんでも訴え起こせるんだけどね。え、赤ちゃんで訴え起こせるんですかって起こせるんですよ。また民法ありますけどね。親とか代理になればいいからね。うん。そんだけのことなんですけどね。で、また、で、それで訴状を出して被告呼び出したら口頭弁論になるというふうなことですよね。昔はね、最初は必ず第1回口頭弁論やってたんですけど、だから必ず1回目呼び出されてたんだけど、最近だいぶ変わってきたね。いきなり弁論準備って言って、行かなくていいっていうのが増えてきました。ズームで裁判。あ、正確にチームズですけど、裁判ね。多分、ワードとか、使ってんね、裁判所が。それ買うと一緒にチームズついてくるから、ズーム別に予算かけたくないからチームズ使ってんだと私は疑ってるんですけど、今、レックの講義はね、ズームでやってますけどね。で裁判所はお金払わない、いけない、お金払わないわけにはいかないから、チームズ使ってますよね。ちょっとチームズが今度ね、なんかちょっといろいろ設定変えないと記録全部消えちゃうらしいんで、ちょっと今日帰ってやんなきゃいけないなと思ってるんだけど、確か明日がタイムリミットなんで、もしかして今日かもしれないんでね。まあ、とりあえず、だから最近はね、口頭弁論っていうのは本当最後だけとかになってきてますよね。一回はやっぱやります、さすがに口頭弁論ね。なんでかはまた民訴訟でやりますけど、まあ、とにかく皆さんは、口頭弁論っていう呼ばれるものがあって、これは民事訴訟の審議の場のことをそうやって呼ぶんだってことを知っておいてもらえばいいです。で、そこでは当事者が、事実を主張して証拠を提出することになってます。裁判所がどっかから事実を引っ張ってきたり、証拠を持ってきたりはできません。これもまあ今覚えておいてもいいぐらい重要な内容ですね。知らなくてもまあ必ずしも民法の勉強には差し支えないけど、まあ知っててもいいと思います。今から知っておかないと逆になんでそんな風になってんのっていう風にね、親切だなっていう風に、ね、なっちゃって、なかなか理解ができにくいところだから、今からそんなも、今覚えておいたらいいと思いますね、これはね。とにかく裁判所は不親切です。証拠を見て、あ、これって、まあ、教えてくれるけどね、実際はね。なんかこれってこうだよねっていうふうなこと。誘導をかなり最近かけてくれるけどね。うん。むちゃくちゃ親切だなと思うこともあります。それはね。ですね。はい。まあ、とにかく弁論主義っていう言葉は、これ完全に外国語で、なんで弁論って言葉から、当事者の主張した事実が採用しないとか、当事者が出した証拠しか使わない。裁判所がどっかが勝手に証拠探してこないっていう意味になるのか全くわかんないと思うんだけど、これはもうこういう用語ですから覚えてください。処分権主義も、まあ、これはこっちはギリギリわかる気がしますけど、自由にできることを処分権があるっていうふうに言うんで、だから訴え起こすも起こさないも国民の自由であって、裁判所はそれに関与しないってことですね。
だから勝手に裁判所が助かりたいでしょって言って裁判しないっていうね。いや、大きなお世話だってなっちゃうから、だから、裁判所が勝手に裁判を起こしたりしないんですよ。私とかぐうたらだから、勝手に裁判やって勝手に、まあ勝手に負けたら嫌なんですけど、勝手に勝たしてくれんだったらやってほしいなと思うんですけどね。まあそうすると勝手にやるとね、負けた方から文句出るから、やっぱしないっていうのはあるんだよね。結局ね、負けた方から文句出ないようにするのと、裁判所の仕事減らすためなんだろうなって私思ってますけど、弁論主義や処分権主義ね。全部自己責任ですからって。いや、自己責任でも助けてくれよって言っても、いや、そういうふうに民事訴訟になってますからって言って、裁判所が楽するためになってんだなって気がね、しますね。はい。私も町長とかやってた時にね、挨拶状出しちゃいけないんですね。これ公職選挙で禁止されてるからね。でもそのおかげで、年賀状一通も出さなくていいっていうね。で、なんで出さないかって言われたら、出すと公職選挙違反になっちゃうからですって言えばいいんで、あ、なんか楽できるなとか思ったんですけど、それと似てますね、この弁論主義、処分権主義は。こうやって自己責任で当事者の自由を守るためだとか言うんだけど、本当は裁判所が楽するためだよねっていうね。うん、まあ実際は確かにこれないと裁判所パンクしちゃうけどね、実際ね。仕事多すぎてね。うん、まあ最高裁とか東京はパンクしちゃうでしょうね。三重県とか、愛知県パンクしちゃうかな。三重県とかだとまあ余裕な気がしますけどね。いつもなんか楽そうに見えますけど、見てるとね。まあそれはいいや。まあ、弁論主義、処分権主義言葉をせっかくだが今日は勉強していきましょう。で、証明責任や立証責任は、これはもうさっきお話しました。本当はこれだけ知っといてもらえばいい。民法勉強にはこれを知っといてもらえばいいのかなってぐらい、これだけ十分よく頭を入れてほしいってことですね。あとはまあ、半括弧語で、これは今後皆さんが、たまにこういう用語出てきて、民事訴訟をやるまで知らないっていうとなると、なんか気分悪いってなるといけないから書いてある。さっき私もね、却下っていう言葉、ちらって言ったと思うんですけども、まあ、とにかく判断しませんっていうね、の却下、請求却下って判決っていうのがあるんだけど、これに対して、内容は判断した上で、原告の要請求が認められると認められない。それぞれ任意を棄却と言います。棄却と却下は別です。棄却と却下は別です。大切なことは二度言いました。棄却と却下は別です。三回言っちゃった。ね。まあ、任用はね、これと、混同するような言葉ってないんで、まあいいのかなと思うんだけど、棄却と却下ってなんか同じもんかなと思っちゃうんだけど、違いますから、却下っていうのは、そもそも、これ裁判乗っけられないねって。民事訴訟の対象じゃないね。関係ないねっていう判決ですから。それに対して棄却っていうのは、それは、これはあなたの要求、あなたの言ってることは違いますからっていうね。権利発生しないんで、言語請求は認められませんっていうのが、この棄却っていうんですよね。ちゃんと判断したけど、あなたの言うことは、間違ってますっていうね、違います。で、却下は判断自体できません。民事訴訟ルールに乗っかってないから、裁判所裁判権の中に入ってないから判断できませんみたいな感じですね。判断したら違法になっちゃうかできませんっていうのを却下って言うんですよね。はい。ほとんどの判決は却下じゃなくて任意を棄却になります。ニュースだと却下判決結構出てくるんですけど、現実に却下めったにしないっす。却下しちゃうっていうのは判断しないってことだから、これやっぱり裁判を受ける権利で侵害になる恐れがあるからなんだよね。ほとんど任用か棄却でやってくれるよ、裁判所は、現実にはね。任用棄却になるように誘導してくれます、裁判所は。実はね、これ言うの忘れたけど、証明責任も現実でそんなに使わないっす。裁判所が、は、少なくともこれは証明責任じゃなくて、これはもう真実を発見して、それに基づいて裁判しましたって顔を彼らはしますね。証明責任で裁判するってことはするような振りは、証明責任に頼ってないっていうふうな振りを裁判官はしたがりますね。当事者の主張や証拠からいくと、これが真実ですって顔で裁判してますよね、彼らはね。だから現実は却下あんまりないし、証明責任で負けるってことは、表向きはない。で、ないっていうか少ないってことになってますよね。まあ皆さんはこの任用規約っていうふうな言葉、この意味を覚えてもらえばいいかと思います。大抵の裁判、法案判決で任用規約がどっちかになるということですよね。最後、半括弧6で、これも民事訴訟法だけの話なんですけど、で、司法試験に、なぜかよく出るのが規範力。民事訴訟法の問題の半分ぐらいこれじゃないかっていうと言い過ぎかもしれないけど、3分の1ぐらいこれかもしれませんね。めちゃくちゃよく出ますね、規範力ね。これはね、一旦判決出ちゃうと、もうね、覆せなくなるっていう効力ですね。うん。
ね、野球とかでもそういうの多いじゃないですか。ね、一旦ね、アンパイアジャッジしちゃうと、いくら監督抗議してもなかなか覆らないですよね。それが法律でもう民事訴訟の判決は確定しちゃうと、まあ、確定するまでは、例えば控訴上告して取り消したりできるんだけど、控訴とか上告できなくなる、2週間経つと上告や控訴できなくなるとかあるんだけど、そうなっちゃうと、もう矛盾する主張が一切できなくなるんですね。うん、だから、ね、で、そのことを規範力で言って、なぜか試験よく出るんで、まずは用語の意味ぐらい今知っておいてもらっていいかなってことに載せておきました、というふうなことですね。僕は意外と3時間あるとね、お話できますね。じゃあ、もうその先も、もう本当にこれはおまけなんですけど、やりましょうか。刑法と憲法どっちやった方がいいかなってことなんですけど、まあ、憲法やりましょうかね。刑法をやらないと民法わかんないことって全くないんですけど、憲法は多少やっとくと民法の勉強に役に立ちますから、ね。まあさっき言った通り民法の方が先にできてるんで、矛盾は絶対しない、民法は先にできてるから、理論的にありえないはずなんだけどね。憲法やりましょう。ちょっとだけね。15分程度。まず憲法の目的。これ、この講義言っちゃいましたよね。ちなみにこれから憲法、民法も刑法もすべて最初に法の目的っていうふうなのを説明しますからね。ちなみに民法は我々の自由を守ることなんですけど、私的自治がを守るためにあるんですね。だから、我々は守んなくていいんですよ。そもそも民法の目的は我々の私的自治を守るためにあるのに、民法を守れって自己矛盾になっちゃうから守んなくていいんですよね。ただ、揉め事起きちゃったっていうふうな場合には、どっちかは勝たせなきゃいけないから、その時に、じゃあ、正しいもの、権利を認むべきものを、正義公平にかなうような結論出るように民法があるんだけどね。基本は私的自治で、自由を守る。で、憲法でいう、憲法29条1項、財産権守るっていうために民法はあるんだよね。ただ財産権上にまずは我々の自由を守るっていうのが民法の目的であり、それが憲法も実は我々の権利を、人権を守ることがあるから、ね。だから民法目的は私的自治だし、憲法はもう、さっき言った通り、人権尊重のためにあるんですよね。で、その上で、で、その人権尊重を全部抽象的に、人権を一遍に全部一言言うとどうなんですかっていうと、これを個人の尊厳を守るとか、個人の尊重するっていうんですよね。個人の尊厳を守る。または個人を尊重するって言うんですよね。これは憲法13条とか24条に言葉ができますね。24条に尊厳って言葉できて、13条に尊重って言葉ができます。いや、4年ぶりの講義だけど結構覚えてますね。それぐらい覚えなきゃダメか。まあ、とにかく、それが憲法目的なんですね。で、誰からちなみに個人の尊重を守るかっていう、個人尊重するか、個人の尊厳を守るかっていうと、国からってことになってますね。これ我々イメージ持ちにくいんですけど、普通に暮らしてるとね。うん。私みたいに、その、町長とかやってると、差し押さえとかの紙が私の名前全部行くんですよ。そういうことを経験してると、ああ、怖いな、権力はって思うんですけどね。っていうか、俺の名前、ちょっと、これ消せないのってお願いしたいんですけど、俺、恨み買うと嫌だから、これ消せないのかなって言ったけど、まあ無理ですって言って、本当は消せるんじゃないかと私、疑ってるんですけど、まあ、それはね、なんかね、四日市市の市長なんかもね、なんか、Facebook 上で絡まれてましたけどね、血も涙もない強制執行とかって言って、いや、でも税金払わない悪いでしょっていう話になるんで、それを丁寧に説明してるたりもしてましたけどね。ただ国っていうのは、ただその今言って税金取るとか、あとね、税金取るのにね、もう例えばこれ行政法でやるんだけどさ、裁判しないで取れるんですよね、国って。自治体も裁判しないで取れるんですよね。すごいですよね、これ。いきなり我々の判断でバーンって執行できるんですよ。だから、税務課のね、あの職員ね、差し押さえばっかり言ってましたし、差し押さえするっていうのに印鑑ばっかりしてましたよ、私ね。さすがに私は印鑑ないで差し押さえできないんで、ね。ものすごいいっぱいしました。差し押さえの印鑑ね。裁判しないで差し押さえしまくりっていうね。銀行に聞いて、あ、ここに金がありました。よし、差し押さえろっていう話になってくるんで。裁判しないで差し押さえってむちゃくちゃ怖いですよ。なんで間違ってさ、関係ない人を差し押さえちゃったりするかもしれない。気がついた皆さんの預金が、あれなんでこんな残高減ってんだっていう話になるといけないからね。うん。で、国は裁判しないでそれできちゃうんだよね。それはなんでかっていうのは、もちろん国が間違いをしないから
っていうふうな、まあ、きちんとやってくれるでしょうっていうふうなことあるからできるんだけど、ただきちんとやってくれ、どこに保障あるんだよっていうと、それは、例えば憲法とか行政法で、がんじがらめに縛られてからって話になるんだけどね。だから、そういう強大な権力を持ってるから、国や自治体は法を絶対守らなきゃいけないんですよ。民事の世界みたいな、不合理な、ね、不合理なもんでもいいからっていかないんですよね。とにかく税金取るとか、刑務所入れるとか、そういうふうな形で、下手したらね、死刑にしたりさ、軍隊使って人殺しできるんですよ、国っていうのはね。そんな力が乱用されたら大変なことになりますから、もう尊厳とか尊重とかの正反対、真反対じゃないですか。で、それを、日本だとイメージ湧きにくいけど、日本以外では、もう国が国民を殺したりね、するっていうようなことを我々まさに今目の当たりにしてますよね。私、世界情勢とか全く興味なかったんで、自分大学生の時ね。全くイメージわからなかったんだけど、今はとてもよくわかります。プーチンが出ることできないから憲法があるんですよ。ね。まあ、あっても、ロシアね、人殺してますけどね。だから、あっても守らなければ絵に描いて持ちなんですよね。まあ、日本はそれがちゃんと民主主義がある程度、まあ、ある程度機能してるんで、まあ、だから、いきなり、自衛隊が人殺したりするどころか、自衛隊がものすごい、こう、なんか、日陰者的なことを、なんかめちゃくちゃ言う人がいますからね。これはちょっと言い過ぎだろうっていうね。自衛隊、軍隊じゃないんですよ。ね。実力ですからね。ただの実力ですからねっていう。ね。私、自衛隊包丁理論っていうのがあって、包丁っていうのは、料理を作るための道具です。あって、人殺しの道具じゃありませんから、ね。一見確かに人を殺せるかもしれませんが、自衛隊は違いますからっていつも言ってるんですね、これね。すいません、私がちょっと左翼じゃないことが、これで大体わかると思うんですけど。まあでもそれが中立的な簡単じゃないですか？人殺しの道具じゃないでしょ？自衛隊というのは。我々の自分の身を守る道具でしょ？ね。ただ身を守る、ね。ただそれをちょっと先制攻撃にならないしようと今議論してますけどね、国会でね。だからこっちがやられないようにするために、それを、まあいわば、止めるためになんか反撃をしましょうと言ってますけどね。まあ いや、ちょっと怪しい話になってきそうなんで、これぐらいにしておきますけど、とにかく国はやばい存在なんですよ。ね。もうね、虎に子供が食われても、税金が安いから、虎が子供に食われるこの村に住むんですっていうのが、昔の中国の漢文に出てくるぐらいだから、何言ってるかわかんないかもしれませんけど、あるんです。漢文読むと出てくるんです。税金が安い方が、子供が虎に食われるいいっていうね。税金取り立て厳しくない方がね。それが国っていうのはやばい存在なんですよ。ね。もう北朝鮮とかね、ロシア見りゃわかるでしょ？ね。ミャンマーとかさ、アメリカじゃないや、アフリカですね。で、それを、まあ結局ヨーロッパとかでもうやっぱり人殺しいっぱいされてるから国が人を殺してたんで、それをさせないぞってことで革命を起こして、で、それで憲法みたいなのも作って、国王とか約束させたんですよ。そんなことするなって言ってね。国王と市民との約束が、いわば憲法のルーツなんだよね。市民契約論とかさ、ロックとかね、あるでしょ？ね。契約、要するに憲法のね、社会契約っていうのはね。かそれ社会契約はルソーの民約論ですけどね。というわけで、市民政府理論だとか、民約論とか、フランス人権宣言だとか、ああいうふうなものが、いわば憲法のルーツだと思ってもいいです。財産を奪ったり、まして人殺ししたりね、怪我させられたり、ね、刑罰だって売れ切られたりですね、されないようにするために憲法あるんですよってことですよね。まあもちろん、今そんなこと日本国とか、ある程度民主化した国がするわけがないんで、もっと個人を尊重しましょうねって言って、プライバシー守りましょうとかね、肖像権守りましょうみたいな話もなってくるんだけどね。人殺しがいつされるかわからないみたいなところだと、プライバシーなんて言ってる場合じゃないから、憲法にはプライバシー権感じないんだけど、日本は民主化進んできたから、ね、国が我々をもっと大切にするためには、こんなことを認めてないと困るよねっていう風なので、プライバシー権も憲法上保障されてるんじゃないかとか言ってるんだけどね。書いてないんだけどね。はい。まあ、全ては個人の尊重、個人の尊厳を守るために憲法上は全てあります。そして我々の個人の尊厳を脅かす恐れが一番高いのは国です。ね。ね、隣のね、人の方が怖いとか言っているかもしれませんけど、そんなもんじゃないですか。日本の政府が、そこら辺はな、皆さんがあんまり経験しないから怖くないと思うだけだからね。だから実際は国はひとたび牙を抜けば、もう何百人という、人間をある意味合法的に殺せるってことですから、
合法じゃないと思うよ、俺はね。うん。だけど、ロシアとか自分たちがやってこと合法だって言い張ってるからね。うん。まあ、とにかく、本当に国のレベルになっても、一般の民訴訟の世界でも、本当しょうがない人が言うことはみんな、言い訳して同じだなってすごく思うんですけどね、私はね。まあ、とにかく、ですね、ただその中で、ね、民事訴訟相手方ぐらいって民間人だったらできること大したことないんで、なんかあったら警察に取り締まってもらえばいいんで、あんまひどかったらね。でも国は誰も取り締まってくれない。だから集団的自衛権とか安全保障って話になるんだけどね。ね。とにかくそういう無茶苦茶なことを自分の所属している国にされないっていうために憲法があるんだよっていうことです。で、それを徹底するために、これ何べも言ってる。国は守んなきゃない。民法みたいに守るっていいなんて、そんな生優しいもんじゃないってことは、このレジュメの今、横1、縦1、憲法目的、縦1、3要数字1ですね。その下の方、しかしってあって、条文あります。981項。憲法に反する法令処分。あらゆる国家行為へ憲法に反するも全て無効です。効力ないってしないと、人権侵害が防げないからです。まあ、ね。だから、憲法に反して税金とかをバーンと取るって言っても無効だってことなんですよね。結局。そういう課税処分は全部無効になりますと。で、実際はただこれを憲法を使って直接裁判できないから行政法を使うんだけどね。憲法ってね、直接使って裁判ってしにくいっていうかできない実際はね。うん。直接的には、その税法とか使ってやるんだよね。税金だったらね。刑罰刑に関するんだったら、刑法を通じて刑法とは刑訴訟を通じてやるんで、だから、どうしても全ての法の知識が必要なんですよ。憲法を勉強するにはね。憲法だけ使って裁判とかできないです。たまに弁護士じゃない人がそういうことをやろうとするんだけど、まあ裁判所が多分失笑者なんですよね。あ、来た来たみたいな感じでね。うん。そういうふうな使い方憲法できないんですよね。すぐね、憲法違反だとか言う人、特に左、いろんな方で社会運動家みたいにいるんだけどさ、いきなり憲法違反って言うと何の説得もないですからっていうね。もっとそれに関係する条文と絡めて言ってくださいっていうふうになるんで、法律家としてはね。あと、まあ、私が言ったことが、端的に書いてありますよね。重税圧政、全体主義っていうね。国は怖いっていうのは、それを漢字4文字で言うと、重税圧政ですね。はい。憲法三大原理を簡単に言うと、人権民主平和。あんな基本的人権尊重なんて長いこと覚えるんじゃない。人権民主平和って覚える。ね。あと、全体主義っていうのは、一人一人を対するんじゃなくて、全体の利益を最大しましょうっていうのを全体主義って言うんですね。一人一人は全体のために犠牲になれっていうのは全体主義。戦前の日本とかですよね。もちろん憲法はこの全体主義を否定している。当たり前だ。個人の尊重、個人の尊厳を守るってことと完全に矛盾しますから、これね。ただ逆に個人の尊重、民主主義っていうのをやるから、まあ、逆になんか行政遅いんだよね、やることがね。これ、町長ってね、わかりました。行政がやることは遅いってよく言われます。これは、確か職員がサボってるっても事実、言っちゃった。事実なんですけど、それだけじゃなくて、やっぱりね、今言ったみたいな、一人一人の言い分をちゃんと聞こうとすると、手間がむちゃくちゃかかるんですよね。あと、人権侵害とかおかしなことがないように、柴田がね、勝手に自分のね、奥さんになんかね、税金のそのね、予算横流しないようにするっていうためには、いろんな手続き、そのためにいろんな悪いことできない手続きを踏まなきゃいけないんで、だから時間かかるってあるんだよね。だから遅いのは、まあ、サボってんのも確かあるんだろうなっていうのも間違いなくあるんだけど、同時に仕方がないところもやっぱあるよねっていうふうに思いますね。だからよく私ツイート、よかったら皆さんね、ツイートフォローしてほしいんですけどね。もうすげえ民主主義ってすごい不合理だよねっていうね。でもそのため、だから一人一人の意思を尊重するとか、個人の尊重はできるんだよねってことで、まあ、これはもう二律背反だからどうしようもないんだよなっていうふうに思いますね。民主主義とか個人の尊重っていうふうな世界で、合理的なものを作るためには一人一人が賢くなるしかないんですよねっていうと、ちょっと政治演説になってくるんでもうやめますけど、ね。で、まあ、そういうのが憲法目的ですよってことです。あと、じゃあ、ちょっとだけやります。憲法が用意した公務追及の手段っていうね、今、10ページ目の真ん中あたりね、やってますけどね。まあ、やっぱり98条1項が端的に、無効に全部しますってことで、我々の人権を、我々の利益。人権っていうのは、国から侵害されやすい、しかも大切な利益のことですね。重要なものに限ります。すぐみんな人権、権利って言うけど、よっぽど大切なものじゃないと、権利とか人権で言っちゃいけないから。
それ以外もただの利益です。ね。すぐ権利権利って人権人権って言うんだけどね、そんなね、なんて言うんですかね、生優しいっていうか、軽いもんじゃない。人権権利っていうのはね。まあ、とにかく、まあ、人権保障を徹底しますと。あと民主主義は、国民の、その、要するに選挙で代表者選んで、その代表者が政治やるってすれば、銃口を国民に向けたりしないよねってことです。もう、ね、拳銃向けた瞬間に選挙落ちますからね、そんなのってことは話ですよね。だからその選挙がきちんとなってないと、まあ、ロシアみたいになるわけですけど、え支持率 70%、80% って、え本当っていう、70% で下がってきたとかってさ、フセインとか昔イラクのさ、支持率 100% とかって嘘つけって話になってくるんで、ね、そんなにみんなが支持するわけないだろうって話だよね。最後、縦に憲法の特徴ってことで何遍も言いますけど、これは国が守るべき法です。うん。まあ実際はね、世の中では特に行政機関とかは、我々国民もね、なんか財産権以外で守るべき権利全部人権人権で言ってますけど、憲法の世界では、そんな広い意味じゃないです。国に対して、国が我々の犯してはいけない権利のことだけを人権って言いますよね。私が首長としてね、首長として行政をやってた時に、これって憲法の人権じゃないよねっていうふうなことでも、財産権以外で守んなきゃいけない権利は全部人権って言ってるよねって言ったけど、ね。いじめから守ろうっても人権だし、ね、肖像権とかプライバシーは、これはまあ人権って言ってもいいんだけど、国との関係でもね。なんか何でもかんの人権って言ってるのは財産権以外全部言ってるよねと思ったけど、もう一回言いますが、憲法世界はもっと狭くて、国との関係だけ人権って言いますよね。あと最高法規であるっていうのは、これは国の法っていろいろあります。今日だけでも法律やったでしょ、憲法やったでしょ、あと規則も全然あるんですよね。他は条例なんてありますし、あとは自治体が作る規則もあります。いろんな法があるんだよね。判例ももしかして法と言えるかもしれない。ただそういうものの中で憲法は最強です。しかも例外がありません。世の中には例外がないって滅多にないですが、法律の世界には結構例外がない大原則あります。憲法が最高刑ことは例外がありません。ね。ですから、そこら辺をついたようなことが昔は卓越よく出てました。最近はそんな意地悪なあんまないんだけど、これ以外にないとか丸だったりするんですね。それ本当だったりするんで、100% そうっていうルールがあるんだよね。法の世界ではね。で憲法が最高法規なのはもう、これは間違いないってことで、これに矛盾、例外的法律の方が有効ですとかないからっていうことですね。はい。あと、まあ、そうね、ちょっと次のページもちらっと見て、11ページ。これは項目、一番最初の横にの、これ、人権民主平和、人権民主平和、人権民主平和。ね、これだけ、まあ、今知っといてもらえばいいと思いますね。どうせ憲法やりますからね。ただ、これだけ知っといてほしいっていうのは、もうとにかく今後基本的人権尊重なんて長ったしくのやめましょうっていうことね。あとは国民主義を先にやめましょう。ね。もう人権民主平和、この順番も大切ですから、ね。まあ、平和も大切なんですけど、一応国内のことしか扱わないんで、司法試験では。で、国内はまあ、国際社会比べたら間違いの平和なんで、国際社会って無法地帯ですから、めちゃくちゃですからね、日本の国の中のことを考えるとね。だから平和って全く出てこないんですよ、試験で。平和であることは当然っていうふうなことになってるんで。うん、まあ、だからまあ平和ボケとか言っちゃうんでしょうけど、まあそんなこと、それはちょっと言い過ぎだなって私は思ったりするんだけど、まあどうせ試験対策って意味では人権民主が出ないんですけどね。まあ、これが平和じゃない無法地帯だったら、民主も選挙がとてもできないんで、民主なんて減ったくれもないと。で、人権なんて守ってられないから、確かに平和じゃないと困るんだけど、人権民主もないんだけどね。試験ではとにかく人権民主っていう二原理が中心に出てくる。平和はまあ、択一で出るかもしれないな。友情関係がちょっと出るかもしれないな、ぐらいの話ですよね。はい。じゃあ、全体構造は今日はここでおしまいしておきましょう。あ、そうだ、せっかくで付録で13ページとかまた見ておくといいですね。ここにね、訴状のね、こうなんかサンプルをね、書いといたからね。13ページの第1、請求の趣旨っていうのが、これは要求です。で、これを支える事実が第2、請求の原因ね、要件事実です、ここね。はい、じゃあこれぐらいにしときましょうか。ね、本当はこれも使ってよかったなって思ったんだけど、まあいいや、これ皆さん見といてください。請求の趣旨と請求の原因が絶対書かなきゃいけないってなってる、例の要件事実とか、請求ですよってことね。はい。じゃあ、全体構成これおしまいということにして、皆様、民法の講義で、ぜひお会いいたしましょう。お疲れ様でした。